麻酔店長今、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。水曜鶴見&東大阪というすぎる配信ということで、若干、ね、遅れてしまいました。申し訳ございません、今週も頑張ってやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、今週はキコナ鶴見店、今週もうですかね。そうですね、キコナ鶴見店の方から、お送りする形で、珍しくオカルト店長が、いや今日ね、はい、皆さんにお伝えしたいことがね、ほうもうあるんで、もうね、何ですか、もう出して終わらせてきました。何ですか。いや、まだ言ったらダメです。あ、まだ言ったらダメ。まだ言ったらダメです。なるほど、なるほど、お伝えしたいことがあるということで。そうですね、はい、わかりました。じゃあもうちょっと粘ってみてください。なるほど、後ほどね、はい、面白い映像が見れるんじゃないかなということで。そうですね、はい、ということで久々のふんどし姿ですけども、木村さん、はいはい、まあ胸に書いてあるのは今日はもうあえて触れません。はいはい、赤粉姿でね、今日気合い入りまくりということですけども、まあそうでもないですけど、そうでもない、はい、別にいつも通り普段通りということで、まあでも中に燃えるものは持ってますけどね、常に中に燃えるものは持ってる、はい、めんどくさい感じですけどね。はい、わかりました。はい、それで、はい、あとそのままトロさん、はい、2週連続ね、もうレギュラー入れちゃう。いやね、人気キャラと化してきたそのままトロさんですけども、はい、ペンギン村からね飛び出してきていただいて、本日も頑張って打っていただくわけですけども、本日、企画を軽くご紹介させていただきますと、新大高田組&浜崎あゆみを打つというふうに私お伺いしてるんですが、そちらで間違いないですか。はい、間違いないですよ。よっ、間違いないない、大丈夫。何この空気。よくわかんないけど。はい、という形で、で番組の放送を担当してない店舗の店長なのになぜか異常に大人気という、ジージ店長が本日は、いや、そうなんですよ、皆さんに以前の放送でお伝えしたと思うんですけど、はい、もう来てるみたいですね。あ、もう現場に到着してるということで。そうですね、なるほど。恒例のやつがね、あれを皆さん言わずとしてもお分かりになると思うんですけど、はい、なるほど、麻酔店長といえばね、じいじ店長といえばあれですよ。じいじ店長といったらあれですよ。あれですよね。あれですか、はい、何ですか。あれですよ、またあれをやっちゃうということで。そうですね、はい、本日ね、スロットコーナーにあれご用意させていただいてます。この2人が、はい、まあ今人気の、はい、まあ、浜崎恵美と高田組、はいはい、を打ちながら、はい、まあジージー、ジージー、まあジージーが一番多分カメラ小さくなるんですけど、まあまあまあ、一番まあメインじゃメインですね。そうですね、まあ、何があるかはちょっとね、分かんないですけど、機種名言ってもいいですか。あ、もういいですよ、機種名は言っても大丈夫。いや、大丈夫です。あ、じゃあジージーの方にはアナザーゴッドハーです。はい、神、おお遅い遅い、神をね、また引きずり下ろして、引きずり、あ、そういう意味、檜山って。あの僕にとってのやっぱ神様はやっぱ檜山かな。神とかけてたの、檜山って。まあそうですね、分かりにくくないそれ。まああっちが地獄のね、はい、あの神様やったら、まあ、こっちは代打の神様、はい、なるほどなるほど。あ、神様つながりということですね。あ、なるほど、そうですね、分かりました。いや、なんで檜山なのかなと思ってたんですけど、はい、まあそれは気づかない方が悪いです。なるほどなるほど、申し訳ございません、はい、私のね勉強不足ということで、ということで、本日はジージ店長に、再び神を引きずり下ろしてきていただく、ゴッド、そうですね、ゴッドマラソンを、やってくれると思いますよ、ゴッドマラソンを、はい、やっていただくという企画に、ね、なってますけど、今これご本人見てらっしゃいますかね。事務所まだ今準備中ということで、事務所にいらっしゃるということなんですが、もしかしたら見てらっしゃるかもしれないということで、そうですね、はい、もしね、まあ、見てらっしゃいましたら、準備終わり次第降りてきていただければと思いますので。あ、すいません、はい、もうジージなんですけど、はい、ハーデスコーナーに今スタンバっております。え、ハーデスコーナーに下回ってる。ちょっと、はい、ハーデスカメラに切り替えますね。あ、じゃあそこ座っといてもらっていいですかね、はい、あ、ちょっと今カメラ見えますかね、ハーデスカメラ。あっと、見えましたね。あっと、このメガネはジージー。ちょっとカメラ引いて、前あ、すみません、ちょっと傷なしシステムやりにくいんですけど、引きますね。はい、皆さん、はい、あ、皆さん、いやー、ジージー久々の登場ですけども、ちょっと一言意気込みの方をよろしくお願いします。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ジージーこと今福店の店長、麻酔と申します。あー、丁寧な自己紹介ですね、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、本日はね、まあ企画ご存知ですかね、ゴッドマラソン、前回の店長集結スペシャルで素晴らしい引きを見せたあの感動をもう一度ということで、はい、番組終了までに、いわゆるゴッドを引いていただくと、8000分の1でしたかね、を引いていただくという企画になっておりますので、
はい、ぜひ頑張ってやっていただければと思いますので、今日こそちょっといいとこ見せようと思ってますんで。そうですね、はい、はい、今回もね感動の、フィナーレを目指して、頑張ってね神を、引いていただければと思いますので。そうですね、もう何ヶ月ぶりぐらい、あれ多分何店舗合同館の時ですかね。8月ですよね。ですかね、はい、ということで2ヶ月ぶり3ヶ月ぶりぐらいで なりますけど、ね、いやジージー人気すごいですね。ジージーの、コメントが、ね、コメントが止まらないですけどもね、本当にジージー来たジージー来たって言われてますけどね、はい、なんでサッカーユニフォームなのジージーということで、もう気合が入った時は日本代表ということで、はいはいはい、そういうことになってますんでね。はい、ということで、はい、どうしますか。じゃ あのスタートの合図をねこちらの方でさせていただきますので、もう少々そのまま待機していただいてもよろしいですか。ありました。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、じゃあちょっとカメラ戻しますね。こちらね、こちらのメンバーもこちらのカメラに、はい、くださいね。いや、はい、やはり安定感がやっぱ違いますね。いや素晴らしい。そうですね。はい、はい、素晴らしい感じですけどもね、はい、ジージの画面メインでいいんじゃねとか言われてますけどね、その子こっちをこっちでねちゃんと頑張りますんで。そうはい、この2人がね見せてくれるんで、ね、全回転全回転新大浜崎、高田こちらでね、いいところを見せつつ、ジージがねゴッと引いていただければ最高の展開になるんじゃないかなと思いますので、いやそうですよ、はい、よろしいでしょうかね。はい、はい、木村さん大丈夫ですか。大丈夫ですよ、はい、ということでね、じゃあこんな感じでお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、打ち手軍団、席の方に、座っていただいてもよろしいですか。はい、はい、お願いいたします。いや、この全てをジージに委ねた、はい、はい、恐ろしいですね。恐ろしいですけどもね、はい、はい、大丈夫でしょうかね。さあ、一気に、はい、元気いっぱいですね、はい、はい、ということで、ね、あ、もうどっちがどっち打つか決まってるんですね。そうですね、大丈夫ですかね。 今決まったやろ。今決まりました、はい。はい、で、コーダー打ちたい。コーダー打ちたい。僕、アユ派なんで。アユ派、はい、はい、わかりました。若干すいません。ああ、でですね、こちらいました。はい、じゃあ席、はい、座っていただいて大丈夫ですよ。はいはいはい。さあ、頑張るぞ。はい、あ、近っ、近いんですね、カメラが。はいはいはい、はい、じゃあね、こんな感じで、行きたいと思います。大変お待たせしました。はい、キコーナチャンネル水曜鶴見&東大阪店自由すぎる配信、本日は、特別版ということで、はい、クロマメ太郎さんこっちね、で、大仏さん向こうで、こっちですね、はい、そうですね、はい、はい、で、ジジさんは聞こえてますかね。ちょっとお待ちください。あ、はい、ちょいちょい安否確認入るんです。そうですね。なるほど、はい、安定感が今ちょっとあのメダルをあの補給しに行ってたんで、メダルということで、はい、了解です。はい、大丈夫ですか。大丈夫ですかね。はい、じゃあちょっとねカメラに向かってね一応ね お顔いたい、あ、そうですね、そんな感じでお顔いただいてよろしいですかね。はい、はい、では行きたいと思います。キコナチャンネル水曜ツービアンド東大阪店自由すぎる配信、本日は特別版ということで、今福店、ジージ店長ゴッドマラソン挑戦しつつ、コーダ組4、浜崎あゆみ2、こちら、打っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま す。はい、それではシダースタート、よろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃあ次第開始してください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ちょっとアップしておきましょうか。はい、あゆの方、このあ、マイクがおかしい、マイクがおかしい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、あゆこんぐらいかな。そうですね、ちょっと待ってくださいね。はい、これ僕の声は通ってるんですか。入ってます、こっちが聞こえてるんですけど音が聞こえてない感じですかね。ちょっと待ってくださいね。あ、まだ音量調整してないか。そういや、そうです ね浜崎あゆみ、オカルト店長浜崎あゆみ、こんなもんでいいですかね。あ、そうですね、こんなもんですかね。はい、はい、これで映ってますかね。はい、じゃあこんな感じでお送りしていきたいと思います。はい、で、そら豆太郎、いや、やっぱジージ人気やっぱ半端ないですね。いや、ジージ人気やばいですね、本当に、ね、いや、やばいですね。はい、なんでこんな大人気なんでしょうかね。お、聞こえますか。聞こえない、聞こえない、あ、聞こえる、ああ、大丈夫ですかね。はい、じゃあこんな感じでお送りしていきます。はい、ということでね、こんな感じでお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ジージの画面が小さいとかね言われてますけどね。いや、でもそれがある意味メインですから。まあまあまあね、そうです、この小ささがいいんですよ。あ、この小ささがいい、この小ささがいいんですよ。いや、でもジージ人気ガチなんでね、本当にね。いや、そうですね、はい、どうしますかね。じゃあね、コメントを本日もたくさんいただいてますんで読んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。ゴッドマラソンしながら APT 足つぼプッシュタイムする配信はここですかということでね、まあ可能性は十分ありますね。ありますね。ジージージー、ざわざわ。さあ、激辛ガキピー食べようか。ジージー、ジージー店長、ジージー初めて見る、どんな人やろうということで、ね、こんな人になっておりますので、ね、ぜひね覚えて帰ってください。お蔵入りにさせた言葉はよということでね、何の話か全く分かりませんね。そうですね、はい、
何ペストとかね、よくあるかもしれませんけどね。何の話か全然わかりません。はい、人事店長久しぶりです。じいじ早く見たい、まだって言われてますね。ありがとうございます。ふんどしなんだがって、太郎おるやんってこと。そうですね。さあみんなでじいじコールだ。ふんどし龍が如くか、裸ドラちゃんって言われてますけどね。今週もそら豆いるってことで、東大阪店からそら豆太郎さん、来ていただいております。そろそろレギュラーや ね、名前ちょっと出しておきますかね。そら豆太郎さんのね、嬉しいね。はい、ちょっと待ってくださいね。これですね、そら豆太郎さんが高田組を、そうですね、打って、木村バロン木村さんが、はいはい、浜崎あゆみを打ってると。はい、バロンでいいんすか、そこ。え、バロンでいいんすか。まあどっちもみんなもう、まあ、バレてるからいいんじゃないか。同じですもん。はい、大丈夫じゃないですかなと思いますね。はい、真ん中の人ジージーということで、真ん中の人がね、今真ん中にちっちゃく映ってゴッドマラソン挑戦中というところにね映っているのがジージー店長になりますんでね。はいはい、マイマイ聞こえますか。はい、聞こえます。はい、何か動きがあったらすぐにね、お知らせいただければと思いますので。はい、わかりました。はい、よろしくお願いいたします。あと、じいじやっぱ足疲れやすいんで、はい、もう疲れたらマイマイお願いします。わかりました。はい、なんと、プロ整体師マイマイがじいじの疲れた、そうですね、マラソンで疲れた足を、そうですね、じいじガチでマイマイのこと可愛いって、はい、やっぱり安定感がきますね。はい、なるほど、素早いね、洞察力でね、こう、そうですね、はい、女子を口説いていくスタイルという感じかもしれないですけどね。はい、キムキム久しぶりのふんどしということで、そうですね、あ、そうですね、はい、はい、新 CM ということで、本日からね、新 CM 搭載させていただきました。キコナンのね新しい CM が出来上がりまして、関西地区がまずは先行らしいんですけれども、全国ネットでこちらキコーナの CM 流させていただくということですので、ぜひねテレビでも見れる日が近いんじゃないかなと思いますので、ご期待いただければ。そう、木村さん出てるんですよ。木村さん出てるんですよね。あ、ありがとうございます。はい、おかげさまで。はい、おフックは着てるんですけど、ちゃんとね木村さんが出てるということで。そうですね、だからベスカーも映ってましたよね。ベスカーも映ってましたね。カメラ覗いてるところ映ってましたね。映ってました。なんかね、ディレクターみたいなね、なんかかっこいい、ね、かっこいいポジションで出てましたけども なんか美味しいとこ持ってきました ね美味しいとこ持ってってましたけど、びっくりしましたけどね。あ、 CM 変わったね、こんばんは、いいね、新 CM 来たねってことで、そうですね、ふんどし木村懐かしい反面怖いってことで間違いないですね。俺も久々のね裸見ましたけどもね。木村風邪ひくぞじいじいってゆとり出てんじゃん。キムくん痩せたかね。ちょっと痩せた。そうなんですよね、ちょっと引き締まりましたね。ねえ、なんか、はい、だいぶなんかポテってしてた感じのラスト裸以来ですけどね、はい、だいぶ締まってきた感じありますね。やっぱあの一夏超えましたんでね、はい、やっぱ痩せますよ。あ、夏はやっぱり水着になったりするタイミングもあるということで。いや、でも前回、はい、前もともとふんどしで出る前とか夜走ってましたから。ああ、そうなんですか。そうなんですよ、体作りちゃんとしてたんです。ああ、なるほどなるほど、痩せようということで。そうですね。なるほどなるほどっていうことらしいですよ。ぜひね、はい、またその辺のね話も後で聞いていきたいなというところですね。あれ、バロンかぶってないって、そら豆かって言われてますね。バロンはって大仏、エンデックメンバーの皆さん、太郎くん、オカルト店長こんばんは、バロンもツンデリンこんばんはということで、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。こんばんは。赤ふん洗ったのって言われますけど、問題ないですよね。あ、洗ってないですよ。洗ってないということですね。はい、はい、いつも通りの汚い、弦を担いでますので。なるほどなるほど、はい、赤がたっぷりついたやつという形になってますね。あ、うまいな、はい、うまいな今の。ふんどしの人誰って言われます。ふんどしになるとわからないっていうね。あ、なるほど、はい、猫かぶってないとわからないという感じです、ね。期間が長すぎましたね。長すぎましたね。バロンの期間が長すぎました、ね。そう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 、引っ張りすぎましたね。バロン大人気だったんでね。あ、ありがとうございます。はい、裸になるのよ風邪ひくで、なんで檜山魂かなって。ドラえもん店長にこっぴどく怒られたそら豆って間違いないですね。やめてください。はい、思い出したくない。いやいやね、今日も気をつけてくださいね、本当にね。はい、キムキム背中に羽は描いてきたか。ふんどし細いゴッドはって、松山さん滑ってるよ。ドラちゃんはいつ来るんですかってことで、ドラえもん店長もそのうち、登場するんじゃないかというふうなことが言われておりますので、登場次第ね、出てきたい、いただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。龍が如くじゃないの最後はローション滝行、あれなんですね、仕事人ですね、ゴッド、キムキムふんどしじゃなくのび太のすくみずでしょう、アナゴかジージ期待。ゴッドの引きまた見せてって言われてますんでね、ぜひね、ジージ店長にいいところを見せていただければと思いますので、よろしくお願いします。そうですね、はい、メインなのにちっちゃいアナゴかアナゴ檜山で、せっかく来たのにまたアナゴを打たせるかということでね。いやいや、これはでも逆ですよね、せっかく来ていただいたね、今回もきっちりゴッドをね打っていただくと。そうですね、はい、いう企画になってますんで、もうちょっと大きくしますかね、せっかくなんでね。じゃあね、せっかくなんでね、はい、これぐらい、せっかくなんで、ね、これぐらいちょっと、いや、あんま変わってない、ちょっと大きくしました。あ、ちょっと、はい、気持ち大きくなりましたね。まあ、そうですね、はい、
よろしくお願いします。それで、スロットを打ってるっていうのが分かればそれでいいと思います。そうそうそう、一応ね、絵柄がこう回ってるのは見えてるんじゃないかなと思いますね。あ、じゃあ問題ないです、ね、今ジージー店長鼻かきましたね、ポリポリってね、はい、あ、今また口元ポリポリかきましたね、はい、これで多分分かってるんじゃないかなと思います。あ、なるほど、はい、そうですね、はい、なんかこっち見て今なんかニヤニヤしてますけどね、大丈夫でしょうかね、はい、代打の神様ヤギだろうで、ジージはマラソンか、ジージコールだ、ジージジージ画面ちっちゃいとかないぞとか言われますけどね。いやすごいですね、はい、支持率がすごいですね。いやジー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 ってね、もうコメントがジージで埋め尽くされてるような感じですけどもね、本当ね、ジージーっていうのはやめてね、ジージーじゃないからジージーっすよ、ジージーだからね、真ん中に挟みますから、ま、紛れ込まさないでね、ジージーってね、ジージーだからね、はい、ご無沙汰しておりますジージーっていう方もねいらっしゃいますね。オクラ入り要員来たで、ありがとうございます。今日はオクラホーマフォースですね。なんでサッカーのユニフォームなの、ジージーこれ待ってたよ、これがジージーなのねってことでね、初めて見る方もいらっしゃるかもしれないですけども、キコナ鶴見店と、キコナ今福店歩いて本当5分10分ぐらいですね、5分10分ぐらいですかね、非常に近いお店となっておりまして、こうか、お、ちょっとずれた、はい、そのため太郎ぶっ壊しすぎだから機材本当にやめてよ、大丈夫、今触ってない、いやいや蹴ったじゃん思いっきり、こんなもんですか、こんなもんですか、真ん中入ってる、あの機材壊しって思ってたんですけど、前壊し確か木村さんじゃないですか、あ、そうでしたっけ、オカルト店長これ、浜崎の映像真ん中に入ってます、あ、入ってます、てあ、若干引いて、こんなもんですか、そうですね、はい、こんなもん、こんなもん、はい、で入ってますか、入ってます、入ってます、はい、かぶってない、オーケー、当たんないでね、お願いしますよ、はい、あ、若干ずれてる、あ、赤い、赤いよ、赤い、ちょっと待って、おいや、木村さんのその赤いふんどしってこうなんか意味あるんですか。いや、やはり熱い色と言ったら赤い、わー、ギジさんやで、これおー、さっき、じゃないか、高田組ギジさん緑保留、いや、でも緑やったら結構外れることありますよ、どうでしょうかね、なんかあった、今福店の店長さんなのねということで、先ほど話がすいません途中になっちゃったんですけども、鶴見店と今福店が非常に近いお店ということで、そうなんですよ、鶴見店の店長がこのオカルト店長、はい、今福店の店長が今ゴッドを売ってるジージ店長ということで、ね、本当にあの近くの、お店という形になっておりますんでね、今福店は一応ね、まあ、放送はやってないんですけれども、ジージ店長には、特番店長集結スペシャルなどに、ね、出ていただいて毎回すごい活躍、はい、毎回おいしいところもできますから ね、していただいて大人気の、ジージ店長という形になっております、はい、ぜひね、鶴見店にお越しいただいた際にね、近くの今福店も寄っていただいて、ジージ店長ね、そうですね、捕まえていただければいいんじゃないかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ぜひお願いします、はい、ジージ頑張ってとかね言われてますけどね、ここまで走ってきたの、ジージはホンダに似せてきてる似せてきてるかなジージ自重してるのかね、ジージの画面メインでいいんじゃねえ、ジージっていくつなのって言われますけども、マイマイ、はい、ジージにちょっと口元にマイク持ってて年齢を聞いてみいただいてもよろしいですか、はい、はい、じゃあジージ年齢はおいくつなんでしょうか。41になりました。あらたー、41歳、おー、あらたー、空豆太郎、空豆 KY、 ちょっと自重、ちょっと自重して空豆太郎ジージが今神が喋ってるんだから今41歳ということで、はい、見かけよりは全然若いジージですけども、ありがとうございます。そうですね、空豆、はい、空気表明、そうですか、はい、KY だわってね、71歳ってありますよ、41歳ということでね、はい、はい、若干ね年上に見られがちかもしれないですけどもね、まだまだ若い40代ということですね、はい、空気を読んでねえな、おっとプッシュ、チャンスボタンですね、チャンスボタン来ますね、はい、どうでしょうかね、どんな感じですか。いや、もう一つですね、まだまだまだこれからなんで、まだまだこれから、まだまだこれから、はい、まだまだ今日はゴッドを引けそうな気がしますか、ジージー。いけそうな気はしてます、いけそうな気はしてる、いや力強い、結構自信ない、ないです、思ったより自信はないですね、なるほど、なるほど、放送時間中に間に合うかどうかの問題ですね、なるほど、はい、いつかは弾ける、そりゃそうだろ、間に合わせてくれる、そりゃそうだろ放送時間中に弾けるかどうかのチャレンジなんでね、さすがですね、はい、いいとこ見せるんで、はい、任せてください、よろしくお願いします、はい、 はい、ということでね、ゴッドマラソンでね、挑戦中のジジに話を伺っている途中に空豆太郎が、いい感じのね KY 具合を発揮して見事高田組高田組ね、当ててしまうという形ですけどね、どういう感じで当たったか一応紹介してもらっていいですか。ギジさん、ギジさんから覚えてないかな、はい、ギジさんから覚えてない、いや使えないな本当に何を保留は
保留緑緑保留森緑保留ギジさんでどんなリーチでしたか。何やったっけ、よくわかんない、よくわかんない、ああわかんないってこと、初めて打つんだよね、はい、 KY 空豆ってね言われてますけどね、はい、松浦空豆のマイク切っていいよって、本当使えない子ねってねありがとうございます、そういうねコメントね私入れてほしくてこういうね振りをして見事そういう展開になってね、ありがとうございます、恐ろしい、はい、本当に説明も使えないなってね言われてますけどね、はい、そら豆結婚しろ、ちょっと意味がよくわかんないですけどね、じいじのしゃべりを遮るそら豆とね言われてますよね、ドラちゃんに連絡しとくねそら豆っていうのを、ね、もう勘弁してください、怖いね本当にね、はい、メインとなる企画を駒戸にするあたりが水曜日っぽいということでね、いやーまあね、いやそうなんですよ、本当は今日じいじあれなんですよ、もともとサッカーしてたんで、サッカー休みの日もこうフットサルとかしてる方なんですよ。なるほどなるほど。ひたすらリフティングしといてもらおうかなと思ったんですよ。台を打たずに。そうですね。リフティングしといてもらおうかなと思ったんですよ。延々とリフティングする配信。そうですね。ああ、それ面白そうですけどね。そうですね。はい。まあでも今日も途中からそうなる可能性はゼロではないです。あっと？おっと？企画が変更になる可能性もあるということで。はい、十分秘めてますので。なるほどなるほど。はい。リフティングわらわらわらってね言われてますけどね。ああこんばんはって、ゴッド引くまで終わりま天にしましょう。いやー帰れないじゃんそれだったね本当ね。そら豆にノニジュースを、そら豆離婚しろ。あ、ギジさん、金と、リミックスショーケースでマックスバタフライからの POP リバリーチ。へーってことらしいですよ、ありがとうございます、熱いじゃないですか、ありがとうございます、そらもいめはてんてんてじい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 、木村には今日も痛い彼女の話を聞かなきゃねってことでね、最近ね、萌ちゃんの話をね暴露する、そうですね、回が多いような感じになってますけどもね、はい、またなんかネタがあればね後で教えていただければと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします、即ゴッテ出して終了かなって言ってますけどね、今のところまだゴッドは来ないっていうか、まず当たりが大当たりが来ない感じですかね、ゴッドマラソンね、そうですね、もう穴子だけでもって言われますけどね、木村その格好ですわ、明日キムキムの椅子臭そうって言われてますけどね、あ大丈夫ですよ、これ責任持ってちゃんと拭いときます、ファブリーズねしますんでね、はい、はい、木村さん寒くない、木村貧相の体やって言われてますね、 ありがとうございます、でもね、はい、大丈夫、さっきね洗濯してないって言ってたじゃないですか、はい、僕放送前からずっとふんどし見てたんですけど、ちゃんと折りたたんでた跡あるんで、ちゃんと、ね、洗濯はしてますね、なるほどなるほど、丁寧に折りたたんだ、だから大丈夫、汚くないですよ、まあ、さらにちゃんと責任持って拭いとくんで、そうですね、はい、はい、木村さんのね、汚いおケツが触った部分に関しては直接ね、はい、綺麗にしときますんで、ほら触れてますか、いやでも僕結構お尻綺麗ってよう言われますから、そうですか、はい、問題ないと思いますよ、あそうですか、はい、どうですかね、まあ萌えちゃんは褒めの言葉しか言わないからね、萌えちゃんはね、はい、そうですね、こんな感じでね、はい、はい、おケツがね直接当たってますけども、これがね、はい、萌えちゃんを虜にしたプリケースということで、そうですね、はい、はい、なってますけどもね、どうでしょうか、もう木村さん早くも一箱もなくなったんですか、そうですね、行っちゃいましたね一箱ね、なんで保留4個溜まっても分回し続けてますので、そうですね、はい、無駄打ちしてる感じですけどもね、どうでしょうかね、松浦さん、はい、コメントで、はい、コーダの音が大きすぎてアユの音が聞こえないというコメントたくさんいただいてるんですけど、コーダの音若干ちっちゃくできますか、大丈夫ですかね、保留ゼロになったらボリューム調整できるんでちょっと調節していただけますか、いや本当に自己中心的な男ですね、はい、まあね自分が楽しいだゆとり世代ですからね、いやそうですね、はい、恐ろしいですね、そうですね、確かにめちゃくちゃでかいです、確かにでかい、まあ、しゃべる分には普通に聞こえづらいとかはないですか、大丈夫ですか皆さん、はい、僕大丈夫ですよ、しゃべりにくいとかないですかね、前々も音しゃべりづらいってことはない、大丈夫、はい大丈夫です、はい、じゃあちょっとね確かに浜崎の音が聞こえないっていうか、コーダーがでかいっていうより浜崎が全く聞こえないっていう感じなんで、あー皆さんのことを思って音量1にしたのに、はい、ディスられるわけですか、そうですねあなるほど、いやまあそのまま太郎くんがねもうちょっと小さくすればいいんじゃないかなと思うんですけど、これどうやって小さくするんですか、なんか矢印っていうのがね、保留ゼロの状態でボタンを押してもらって、あもしかしてあれ時短中確認中はあできないですかね、できない、あ最悪の結末、あこれ多分できない、これ多分連チャンし続けるやつですよ、こいつは、あそうなんだ、じゃあちょっとこれ今これ確変そうですね、入ってる、確変中、じゃあとっととスルーして終わらせてもらっていいですか、え
もうちょっとお待ちくださいね。申し訳ございません。ね、本当にね、はい、もうね、ドラえもん太郎くんがね、毎回毎回こんな感じでね、放送をね、妨害してくるんで、はい、こっちも困ってるんですけどね。ドラえもん店長に代わってちょっと、お詫び申し上げます。はい、大変申し訳ございません。安否確認って、そういえばバロンは家行き。バロンもう消えるんですかね、キャラクターとしては。あ、全然消えないですよ。大丈夫。はい、大丈夫です。大丈夫ですかね。はい。あ、できるって、って言われてますよ。できるって言われてるよ。メニューでできるやろって言われてますけど、メニュー開けるんですかね。メニューが開かないよね。でもね、 V コンですかね。 V コンを引いてもメニュー開かなかったよ。あ、そう。あ、やっと青保留、青保留ね。あ、多分あれ、あれがなくならないと、保留がなくならないとまず無理ですよ多分。え、まさかあれほど言ってたのに保留なくしてなかったんですか。いや、なくしたんですけども、はい、いや、もう打ちたいんで、ちょっと保留なく、じゃあ1回なくしてもう1回挑戦してみてもいいですかね。大変申し訳ございません。そのままカメラいらんとかね、言われてますけどね。今の聞きました。保留なくしたいけど打ちたいからっつって、なんかね、いろいろ言ってますけどね。本当にクズですね。はい、こっちでできるんですかね。ちょっと当ててみますね。やっとリーチですよ、こっちも。どうですかね。トラちゃん早く怒りに来てって言われてますけど、保留なくなって V コン左右って言われてますよ。ほうほう、はい。やっぱ詳しいですね。打ったことあるんですか ね、 そうですね。その方も豆帰れや、チャンスをしろってね、はい、言われてますけどね。はい、気にせんと連チャンしてくれというね、優しい方もいらっしゃいますね。ありがとうございます。いや、優しい。俺の調整あったっすよ、はい、あったあった。扉が開いています。あ、ほんまや。はい、じゃあいじらなくてよかった。はい、それでお願いします。あ、すいません、店長、ありがとうございます。1でいいんですか。はい、大丈夫です。あったの、あったのかよみたいな感じですけどね、本当に。いや、優しい方、はい、嬉しいね。大丈夫ですかね。はい、はい、じゃあそんな感じで引き続きお送りしていきますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、こんなもんでどうですかね。聞こえます。あ、一応聞こえてますね。大丈夫ですね。はい、じゃあこんな感じでお送りしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。キムキムはふんどし着用の前にデリケートゾーンの手入れや前張りに準備がかかるんだぞ。あ、そうなんだ。あ、よく分かってますね。大変ですね、本当はね。その方長くなれますね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、でもね、店長は出ないの。あの、あ、おうおう。え、大丈夫。いや、大丈夫ですよ。あの、下の毛の処理の話をね、しようとしてるだけなんで。はい、あ、もう完全スルーでいいですかね、その辺の話はね。あ、はい、別に大丈夫ですよ。はい、そのままとジージの画面の大きさ入れ替えてって言われますけどね。はい、こんなコメントばっかりですね。浜崎あゆみのリーチの絵は軽音描いた人なの。ちょっと違うんじゃないかな。どうですかね。予想では違うような気がしますけどね。でも、あの、前作のなんていうんですかね、あゆのアニメより全然可愛らしいですよね。ですかね。はい、なんかね、今風って言ったらあれですけどね、いい感じのアニメーションですけどもね。軽音スターの京アニ系のやつですか。あー、なるほどなるほど。あ、ちょっと見ときましょうかって。なるほど。ちなみにこの2機種に関しては、はい、今服にもありますから。あ、今服店もどちらでも有利していただきますので。なるほど。高田組、はい、浜崎あゆみ、どちらも導入済みということで。そうなんです。さらに、あの、今日、ジージが出てるってことは、はい、で、木村さんのこの赤いふんどしですね、はい、はい、っていうことは、これ何か皆さんにメッセージがあるんで、おー、それはまた途中で。なるほど。お伝えしたいと思います。なるほど、はい、わかりました。もうちょっと、視聴者数が増えてきてから、ちょっと。なるほどなるほど、はい、いや、やらしいですね。やばいですね。もうちょっとやらしいですね。そうですね、ね、意味深ですけれども。あ、3画面にしてって言われたので、ちょっとこうする、こんな感じにしてもらいますか。これね、こっちがゴッド画面で、上が浜崎と、はいはい、高田組というね、こっちの画面で、お送りして、こういう形でお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと熱いリーチ来ないですね。熱いリーチ来ない。はい、これが見やすくていい。あ、こっちの方がいいですかね。じゃあちょっとこんな感じで名前だけ出しておきますかね。すいませんね。松浦さんの1個ものすごい気になってたことあったんですけど。何ですか。銀河乙女の時に話してた、はいはい、犬は見つかったんですか、飼い主は。あ、犬、そうなんですよ。辻本店長を使ってた。辻本店長が欲しいって言われてたんですけど、はい、辻本店長より先に、はい、ちょっと、できれば欲しいですっていう方がいらっしゃいまして、はあはあ、今その方のお家に、はい、なんていうか、お試しと言いますか、はい、トライアルと言いますか、はい、はい、形で今
行かせていただいているというところ。ああ、そうなんですね、はい、でそこのお家で問題なく暮らしていけるようであればそのままそこの子供に、あそこの子で、ね、はい、暮らしていけるというような形になるんで、はい、まあ、まだ分かんないんですけど、はい、まあ、そこで、まあ、今のところはいいってことですね、いい感じ、まあ、今テスト中というかいう感じになりますん で、 です、ね、はい、もし、まあ、それが正式に決定したら残念ながら辻元店長の方には申し訳ございませんというのをご連絡しないといけないというような状況になっていると。ああ、でもそのね、ワンちゃんからしたらいいじゃないですか、住む場所はどっちにしても確保ね。そうなんですよ、よかったですよ、はい、まあ、早く、ね、見つかればいいということでっていうことなんですけど、また別のワンちゃんが、はい、あの可愛いダックスがまた、はい、また現れたんですか。新しい、ね、飼い主さんを探しているということで、はい、それはまあちょっと辻元店長に連絡しようかなっていう話を今してるところなんですけど、あのダック前の犬もダックするのですか、ミニチュアですか。ミニチュアダックスですね。今回もミニチュアダックス。もちろんミニチュアダックスですね。なんでそのミニチュアダックスがそんなにさまようんですか。いやもう本当にだから世の中にはなんか、ね、めっちゃ可愛いんですよね。ひどい飼い主が多くてですね、もう無責任な飼い主が多くてですね、まあなんかいろんな利用があるらしいんですけど、飼えなくなったんで、あの警察に持ち込んだり保健所に持ち込んだり、そういう保護団体とかにねこう連れてきたりするワンちゃん、かわいそうなワンちゃんがいっぱいいるわけですよ。で残念ながら一部はその保健所とかで殺処分、まあ、殺されちゃったり、ね、するかのこともあるということで、あ、まあ、できるだけそういう子をなくしていければという活動を、ね、まあ、ボランティアで今私お手伝いさせていただいている。いや素晴らしいね、まはい、ね、松浦さんでしょ、すごいでしょ。その話を聞いてなかったら僕はフェイスブックで友達になってなかったで木村さんがなんかうんうんうんって言ってたんですけど、はい、多分ものすごい興味ないですからこの人。あ、そうなんですか。多分そうです、ね、他の店長は猫派なのに犬の興味あるんですか。いや僕は動物は基本好きなんで。ああ、なるほどなるほど、さすがです。なるほどね、猫大好きのオカルト店長ですけどもね、はい、はい、麻酔店長、ジージはなんかペットとか飼われたりするんですかね。ちょっとマイマイに聞いてみましょうか。マイマイ、はい、麻酔店長に、ペットとか飼われてるんですかってことをちょっとお伺いしてもらってもいいですか。あ、ペットはご自宅飼ってらっしゃるんですか。いや、ペットは飼ってないですね。あ、ペットは飼ってないということで、はい、今後飼われるご予定とかは。ちょっと子供が2人いてますんで、はい、子供の世話で精一杯ですね。なるほど、精一杯ということで、はい、今のところペットを飼う予定はないと。予定はないです。これ貴重な情報を得られましたね。いや、そうですね、はい、これは皆さんメモるべきです。そうですね、これはもうすぐ試験に出るんですぐにメモった方がいいかなと思いますね、はい、そうですね、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい誰だ、乾いた笑いをこっそりマイクに通してきてるやつは誰だ。何が大丈夫。いや、やっぱやり取りがやっぱワンランク上ですね。何がですか。はい、ジジチャンスってね、今チャンスボタン出ましたけどもどうですかね。メモメモってメモっていただいておりますけどね、買うなら最後まで買わないとダメだって。まあまあそうですよね。そうですね、はい、めっちゃ可愛いワンちゃんだったよねってことで。そうなんですよ、人懐っこくてね、辻元店長の耳の穴をねやったらこうベロでほじくりまくるっていうね、非常に可愛いワンちゃんでした。あ、もう会ったことあるんですね。辻元店長のお誕生日 の、 特別番組の時に、はい、連れて行って、はい、顔面にねヨーグルトを塗りたくって犬に舐めさせるっていう罰ゲームをねちょっとやってみたんですよ。なんで誕生日特別企画とかあるんですか。いやいや誕生日どんだけビップタイムなんですか。いやいや誕生日でなんか特番やろうぜみたいな。だから芸能人じゃないですか。そう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 、そういう企画になりまして、はい、で犬をこう連れて行って、はい、そうそう、いつもの罰ゲームとは違うね、ちょっと豪華な罰ゲームしようって話になりまして。あ、それでかなり気に入っちゃったんですね、はい、そうなんですよ。で、かわいいかわいいって話になりまして、ものすごいね、人懐っこい子だったんですけども。なるほどですね。耳にね、ペロペロされてあえぎまくってましたよね、本当ね。AV AV アニマルビデオと言われてましたね。ああ、いえ、そうですね、はい、そんな感じでした。すいません、そろそろ、はい、コインの補給がないので。ああ、お願いしたいんですけど。なくなった。じゃあ、オカルト店長が今行きましたんで、はい、少々お待ちください。はい、ちょっと待ってくださいね。ジージがね、実弾が消えたということでね、弾の補給をお願いしますという形ですけども、どうでしょうかね。ということは順調にマラソンは進んでるということですね。そうですね、残念ながら大当たりのゴッドを引くことなく、会長に、ね、飛ばしているという感じかもしれないですけどね、まあ、どうですかね。チャンスボタンが2回ぐらい来たぐらいで、残念ながら今のところ見せ場がまだゴッドに関してはないという感じですかね。結構煽りは多いんですけどね。はい、なんかね、ちょっとまだエンジンかかってない感じですね。まだエンジンかかってない、はい、ということらしいですけどね。ぜひね、今肩をね、くるくるっと回すような仕草を見せてね、こう関節をね鳴らしていく、事実ですけども、どうでしょうかね。ぜひね頑張っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
いや本当にね今日もたくさんの、ね、コメントを、いただいてますけどね、じいじ普通のおっさんやないかそれは言わないでね本当にね高見盛りどうなったじいじにマイクつけてって言ってますけどね、あれだけディスられてた空豆太郎が当たり前のように馴染んできてるのが水曜の怖いところ間違いないですね本当にね、はい、空豆太郎くんもねもうね、ほぼレギュラー化ということで大人気ですからねやったら店長に怒られたんでねはいちょっと自粛しなければ店長になんて怒られたんですかえお前もう出ない方がいいかもしれないガチなやつじゃんそれねはいで今補充してきましたよ ありがとうございますありがとうございますいや、はい、これもうねこれからですね、はい、GG は、はい、そうですねそれであのちょっと僕が落としたメダルちょっと拾ってくれてますよいや大丈夫ですよ拾って全然メダルね補給と完了ということではい、はい、なりましたんであのツジェルも可愛かったとね、犬何名罰ゲームのね、感じもすごい良かったというねコメントですけどもね罰ゲームというよりご褒美になってましたよねってすごい罰ゲームやってるんだねって高田組は ST 高田組は ST じゃなくて格変機ですよねはい、はい浜崎あゆみが ST、ロング ST 機になってる感じですかねはいそうはいなっておりますそら豆スルーしそうやんかキムキム残念コーダって ST なん格変なんてことでコーダ組は格変機になっておりますはいキムキムはちゃんと空気読んでるな偉いなって人気あると思うなガチに怒られたのかそら豆は声がこもってるねああいうあゆが割と面白いんだがっていう方いらっしゃいますねいや面白いですよあゆ面白いですね、はい、面白いあれ木村さんどうしましたあはいあれいやちょっとね全体的にね、はい、引きの方がちょっといまいちなので、はい、まあちょっとその間に、ね、盛り上げるために一つ、はい何こちらねやろうかなと思ってますね。アップできます、ね。はい本日の企画はこちらですね。ゴッド大喜利？ゴッド大喜利ありがとうございます。何ゴッド大喜利って？はい、早速説明させていただきます。はい今から20分に1回ですね。はいこちら、ゴッド大喜利ボックスから1枚引いていただきました。はい出たお題を、はい、ジジに答えていただきます。ジジに？はい。はいでこちら滑った場合、はい私どもが罰ゲームを受けるというあーはーでジジが滑ったら、はい木村さんと空豆太郎くんが罰ゲームを受けるそうですねすいません、はい、ジジが動揺しておりますジジそれ聞いてない聞いてないんじゃないジジちょっと聞いてない感じなんですけど聞いてないあそうですよ言ってないですもんえ要は滑らしたらいい感じ、はいいや受け狙いに行ってくださいよ。あちょっと普通まあ受けても滑ってもまあ、はい、結局誰かが痛い目に見るということですね。はい、ああ、ね、なるほど。これわざと滑ったみたいないう感じでね言われてもちょっとあれなので、はい初めに言うときますけども、受けを狙いに行ってください。あ一応受けを狙いにちゃんと行ったらいいんですね。はいお願いいたします。わかりました。はい。はい、なるとあいや、はい、意外に受け入れが早い。はい、そうですね。すんなりオッケーしましたけどもね。まあ受ければもちろん被害者ゼロという。なるほどなるほど。ありますね。なるほど、はい、そうですね、はい、誰も怪我をしないということで、そうですね、なるほど、なるほど、はい、分かりました、じゃあ、どうしますか、早速一発目の、じゃあそれ、早速一発目、前々に渡して、あそうですね、はい、はい、前々、じゃあちょっとゴッドカメラに切り替えるんで、はい、引きで、いけるかな、紙ありますかね、スケッチブックあるんでしたら、こっちの方がいいですかね、紙いける、はい、大丈夫でーす。もうケツ食い込みまくってますよいやいや木村さんケツがやばいことになってますけど、ね、さあゴッドの方にね今麻酔店長の方に、はいお題ボックスが行きましたカメラ引いて、はいはい、ちょっと待ってくださいはいあそうですねはい、はい、いい感じですねはい、はい、じゃあ麻酔店長お題を一つ出して引いていただいてもよろしいですか中からボックスの中からはいお願いいたしますはいはいはいあこちらカメラの方これ何ですかお題じゃあ木村さん呼んでもらっていいですか。はい。今回のお題がこちらですね。お題、はい、懲役5分の犯罪って何？あ、いいですね。懲役5分、はい、めちゃくちゃ短い。そうですね。この犯罪これは何でしょうかというお題です。はい。はい。懲役5分。いやこれ結構わかりやすいんじゃないですか。面白い。あこんなことでっていうことですね。はい。そうですね。じゃあこれを、答えていただくんですけれども、はい。どうしますか。フリップに書いていただいて、はい。見せていただく感じでよろしいですかね。そうですね。はい。はいまあ、その間に我々はね、はいパチンコの方の、はい。あれ、なんですけど、どうしますかね。これね、なんか木村さんが座ってた台に、なんかこれ皆さん見てください。
ドラミちゃんいますね今日ね。いや人が打ってたよ、あたかも自分が最初から打ってたようなイライラしたような感じ。そうですね、あれって言われてますけどね。よくこれをドラミちゃんとちゃん付けで呼びますね。来たーって言われてますけどね、ドラミちゃん来たわーって。いやー今日はねドラミちゃんですねこれ、はい、ドラミちゃんバージョンということで、喋れるタイプがね本日は、なぜか、来ておりますけども、めっちゃ真顔で打ってますねこれね。いやそうですね、はい、多分後ろに空豆太郎がいるからかもしれないですね。あーね、なるほど、険しい顔して打ってますけどね、はい、えらい険しい顔、僕も見たことありません。はい、ドラミちゃん来たーってやってますけどね。はい、大丈夫ですかね。さあじゃあお題、お答えの方はどうですか、いける。ちょっとペン進んでないですね。ペン進んでない。あ、もうちょい時間ってことですね。あ、懲役5分の犯罪ですからね。はい、はい、これあの答え整ったらこちらから呼びかけた方がいいですか。あ、そうですね、よろしくお願いいたします、はい、そうですね、はい、はい、まあちょっと時間の関係もありまして、巻き巻きで、麻酔店長、随時、はい、巻き巻きでね、お題の方答えていただければと思いますので、よろしくお願いします。すいません、じいじ頭抱えてますね。頭抱えてますね。あ、なるほど、狙い通りですね。じ、はいじ固まってるじゃんって言われてますけどね。制限時間何分ですか。いや、もう制限時間5分ぐらいで。そうですね、5分でも長いぐらい、3分ぐらいで。はい、はい、やっていただかないとね、ちょっとね、番組のね、進行の都合ありますので。まあほんでこのシンキングタイムで、まあ、はい、アユと高田組でね、はい、これでね、はい、お楽しみいただくという形でお送りしていきたいと思いますので、はい、ちなみにあのこのじいじ考えてる間ゴッド止まってますので、はい、あのゴッドもその難易度どんどん上がっていきますからね。そうですね、はい、ゴッドも引けないし、お題も回答できないという感じになるとね、はい、はい、非常に厳しいことになりますので。そうですね、西川のりおさんのキューちゃんに匹敵する怖さ、ね、次は1時だぞ大喜利とかね言われてますけど、そうですね、どんどん大喜利の時間もね迫ってまいりますんで。そうですね、はい、そうですね、知らん間にドラちゃんまだ消えてますねこれね。ドラミちゃんはねまたなんか一瞬だけ、はい、あまり愛はショーに合わなかったかな、ね、なんですかね、動き、そうですね、なんか動き回って、見ますけど、すみません、ドラミちゃん、すみません、今日ね、カメラ3台とも使ってて、あのドラミちゃんってこう喋れるキャラなんですけど、ドラえもんカメラ、喋る機材がないって、今日はね、ちょっともうそれですね、それでイライラしちゃうかもしれない。思ったらそうです、喋れるキャラなんです。人もパンパンなんですよ、人も機材も。いや今日ね、いやこれ僕初めて見たんですけど強烈っすね。いや強烈ですね。はい、すいません。あ、テスはい、テスはい、いや、多分さっきまで普通に使えてたんで聞こえてる、聞こえてる、どうもー、ドラミちゃんです。どうもー、ご無沙汰です。何してんの今。今、麻酔店長を騙して大喜利させてるとこです。はい、なるほど。じいじいじろう、じいじ、はい、すいません。はい、あ、答え整ったみたいです。整ったじゃあちょっとアップにしますね。さあカメラに向かって、じゃあ、お題を読み上げて、もう一度木村さんよろしくお願いします。はい、はい、ではいきます。あ、はい、お題、懲役5分の犯罪って何。はい、じゃあお願いします。はい、ゴッドでチャンスボタンが光ってるのに押さないでプレイすること。もうちょっとカメラなんか、カメラに上に上げ、そうそう、ゴッドでチャンスボタンを押さない。さあこれ判定、ちょっとあ、これ判定、ドラミちゃんの判定ですね、これ。ドラミちゃん判定してください。今のはありかなしか。いや、これ顔を見たら何もし判定、まあ、判定は、まあ、代弁しますね。はい、喋れるキャラなのに。ダメってこと。あ、ダメってことで首を横に振った。残念、残念ですね。ダメってことで罰ゲーム。あー、これ、ね、なんか前なんかこう痛いのなんかないですか。はい、あ、早速罰ゲーム準備始まりましたね。木村さん、はい、痛いのやりましょう。はい、はい、機材気をつけてね、機材気をつけてね。はい、お願いします。あー、決まりましたね、綺麗に。いやー、はい、いやー、綺麗に決まりました。ナイスキック、ナイスキック。いやー、すべてナイスキックですからね、これ。はい、はい、ということで、じゃあね、引き続き次の時間になりますので、また、はい、やっていただきますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。檜山をいじることはないんだね。ない、特にない感じですね。はい、はーって、いやー、恐ろしい。いやちょっと浮いてたよ、結構。ちょっと浮いてましたね。はい、はい、いや、まあでも、まあ、前回ね、理不尽な罰でしたけど、今回は別に、ね、はい、しかもなんか靴履いてなかったですか。そうですね、叱るべき罰です叱るべき罰ということで、はい、はい、麻酔店長ね、次はね、可愛い、ね、後輩部下にね、
ケツ蹴られないように頑張っていただければと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。はい、行きましょうか。はい、じゃあね、お願いいたします。ちょっとね、本当機材今日は入り組んでるんで、あの線だけ気をつけてくださいね。申し訳ございません。はい、了解しました。はい、いやー、久々に…それ、フリでしょ。フリ違う違う違う、フリ…フリじゃない、フリじゃない。マジで、ね、落ち、マジで、ね、機材落ち。いやいや、機材落ちとかやらなくていいから、本当に毎日放送してるのに機材落ちとか本当ありえないからね、気をつけてくださいね。ダメですよ。はい、ということでね、ちょっとね、映りたい人ここにあるんで、こっち寄ってきてください、こっちね。はい、そう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 、そういう風にね、そんな感じでお送りしていきますんで。映りたい、喋、はい、りたい、めちゃくちゃ喋りますからね、ドラミちゃんは。はい、めちゃくちゃ喋りますから。ヒーローバージョンはね、喋れますんでね。はい、そうなんだと。はい、最初なんであんな険しい顔してたかっていうとね、はい、マイクがなかったからなんです。マイクなかったね。なんか喋る気なのになんか喋れるあれがなかったんですね。マイクもらったからにはね、もう嬉しいですからね。はい、感じになってますんでね。はい、はい、ということでね、ちょっと本当コメント全然読めないんですけど、申し訳ございません。すごい量のねコメント本日もいただいてますけどもね。はい、あ、ちょっと待ってください、松田さん。ちょっと今のちょっと中間時点で、はい、ちょっと全員空だったとこなんで、はい、ちょっとあのとりあえず発表していいですか。何ですか。今日ジージを呼んだわけと、はい、これだけ5人揃ったというところですね。はい、いや6人でしたね。6人。はい、はい、東大阪店。はい、東大阪店、東大阪店の、はい、空豆太郎くん。はい、明日なんかあるんですか。明日何も言えないですけども。ああ、おおほほ、信じたい未来。あ、見えへん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 、邪魔。自分で伝しといて、見えへん見えへん邪魔。あー、なるほど。これやで、これ T シャツが。あー、もうこれアップしてください、アップを。なるほどなるほど、こういう感じなわけで、ね、いや皆さん見てください、明日東大阪店、ご覧の通り。なるほど、はい、もう以上言えない。なるほど、もうこれしか言えないということですね。なるほど、明日も絶対来てください、はい、お願いします。はい、はい、なるほど、ぜひね、東大阪店遊びに来ていただければという形になっておりますので。なるほどなるほど、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。あ、なるほどって言われてますね。なるほど、今日あのジージを呼んだわけですね。はい、明日は東大阪なんですよね。はい、明後日ですね。はい、17日ですね。はい、明後日は今福と今福店、鶴見店で、はい、2店舗で盛り上げようと。なるほど、はい、両店舗でぜひお楽しみいただければと。お楽しみくださいというところで、ね、なるほど、いう形になっているので、明日は東大阪店、明後日は鶴見今福店。なるほど、っていうことですね。もう3日間、じゃ あいや、これがジージー来たわけですよ、これ連日ね、キコナ遊びに来ていただいた。明日は東大阪、明日は東大阪です、はい、明後日は今福と鶴見と。はい、え、チャンスね、出ましたね。ほーということでぜひね、遊びに来ていただければと思いますので、はい、そら豆が辞めるって発表かと思ったってやったんですけどね、はい、そういうわけじゃないですけどね。いや違いますよ、はい、大丈夫ですよ。ちゃんとね、そら豆太郎もいますんで、今の宣言通り皆さんぜひお願いします。そうですね、はい、はい、あ、キコちゃん見てると本当大阪行きたいわーって方ね。あ、本当ですか。本当ね、はい、ぜひ来てください、大阪も、ね、はい、片道切符くらいやったらやめないでしょ結局そこまで言う、誰が出すの、責任持てないみたいな、途中までやめるみたいなね。誰が出す、お小遣い制なの、出せないから、みんな本当に、まあお小遣い3万円なんでね。はいはい、そう、ドラミちゃんはね、そう、ね、いや店長愛してますってね言われてますけど、今日店長3人来てますけど、どの店長ですかねこれね。はい、じいちゃん結局ゴッドやってるのか、わらわらってね。そうですね、ドラミちゃん MC 希望って言われてますけどね。断る、はい、断るんだ断るんだ、はいね、あ、こんな感じでね、ちょっと狭苦しいカメラになってますけどね、もう見てください。はい、はい、お、ヘルゾーン入りました。お、ヘルゾーン、はい、青ですね、どうでしょうかね。はい、これが噂のヘルゾーン。そうですね、ヘルゾーンって何ヘルゾーン、ヘルゾーンね、自力会場ですけどね。いや、わからない、わからない。お、当たりましたね。当たった当たった、ありがとうございます。青でヘルゾーン、青でゲット。まずはちょっと抱えといて、はい、一応ゴッド狙うんが今日の仕事なんで、はい、まあ、とりあえずね、まだ不十分ですけど、とりあえずね、これで、まあ、そういうリアクションでいいんですね。まあ、そうですね、なるほど、さらに高みを目指すみたいな、はい、まずは合ってるんですね、はいはいはい、まあ、アクションで、なるほど、おめでとうってやってますけど、ディスってないですよ、はい、ディスってない、まあ、そうですね、まずは紹介してみます、まずは、はい、お願いいたします、はい、初っ端はものすごいね、不安な感じだったんですけど、はい、一回出たこう調子に、まあ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 、ね、まだまだ上を目指せみたいな、そうですね、
はい、あー、ワンワンですね。まあ 80% ですんでね、はい、来ますよね。はい、あー、ありがとうございますね、カメラね。はい、さあ、じゃあな、これゲーム数まで見てからね、カメラ戻しますかね、一応ね、何ゲームになるか。はい、はい、ワンワンかどうでもいいやということでね、ワンワン来ましたけどね。さあ、何ゲームでしょうか。あー、60ゲームということで、これはちょっと残念な結果ですかね。ワンワンか残念ということでね、前回はね、なんだっけ、いきなりセポネ引いたんでしたかね。あれ、どうだったっけ、ワンワン引いてセポネ引いてゴッド引いたんでしたかね。なんかすごい引きでしたけどね、前回はね。はい、じいじ普通って言われてますけどね。はい、言われてますね、今日はね。普通だけは言っちゃダメなやつですよね。はい、今日はね、普通な感じになってますんでね。はい、ワン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 って言われてますね、じいじって言われてますね。そういえばさ、東大阪の一番最初の放送を見たけど、ドラミちゃんめっちゃ緊張してたよね。おー、一番最初ってなんだっけ。わかんない。北斗、天聖、間違いなく言えるのはドラミちゃんじゃなかったってことですね。そうですドラミちゃんではなかった素顔でね。はい、ノリノリ店長時代ですからね。まあ、ドラミちゃんだってまだ2ヶ月も経ってないってことですね。経ってないですかね。はい、キャラを探しにまだ旅立ったところでしたからね。そうそうそう、あの時は、ね、もう今だいぶ確立されましたからね。そうですね、鶴見東大阪の高度組319分の1の方って言われてるんですが、その通りですね、 319.6 分の1、はい、学園突入率 70% の、タイプになっております。はい、浜崎が、258分の1のミドルタイプですね。258ですね、はい、ST100%、 104回の ST 突入タイプになっております。はい、ありがとうございます。はい、お、大丈夫ですかね。はい、お、映像が消えた、ゴッドの映像が消えたけど、マイマイはい、大丈夫。あ、帰ってきた。大丈夫ですか。大丈夫ですかね。フリーズかと思ったじゃないですか、はい、申し訳ございません。いや、なんかやってるかと思った、危なかった。大丈夫ですかね。はい、みんなで大喜利なかったことにしようとしてるだろう間違いないですよ、本当はね。はい、大喜利ね、大喜利、そろそろ20分経ちますか。まだ全然経ってないですよ。あ、経ってないですか、はい、5分ぐらいしか経ってないですけどね。あ、経ってないですか。次、じゃあ1時になったら大喜利やりますか。あと7分ありますんで、はい、はい、なんでね、ぜひね、また、じいじには頑張ってね、面白回答をひねり出していただければと思いますので。そうですね、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、鶴見店に行けばドラミちゃんにいるんですかってことなんですが、東大阪店ですね。はい、そうですよ、ドラミちゃん、ね、東大阪店の店長なんで、はい、東大阪に来るとドラミちゃんに会うことができるという感じですよね。でも元々ドラミも鶴見にいましたから、はい、まあ、ドラミちゃんいなかったですけど、元々は鶴見店の店長。そうです、はい、ということで、オカルト店長は鶴見店時代に、ドラミちゃんの部下だったと。あ、そうですね、はい、主任同士で働かせていただきました。で、木村さんも、はい、部下だったということで、このみんなで、ね、このドラミちゃん店長の下で全員働いてたみたいな感じです。そうです、はい、はい、自由に働けって教えましたあ、なるほどね、まあ、代表ですね、この格好、はい、はい、そうですね、この格好は代表ですまあ、その教えがね、見事守られてるっていうことだけはね、皆さん伝わってるんじゃないかなと思うんですけど、ね、そうですね、この、はい、ふんどしとか多分究極やと思うんですよね。そうですね、これ以上は多分できないなって。そうですね、はい、はい、自由に働け、わらわらわらって言われてますけどね、はい、鉄の掟ですね。なるほどね、はい、はい、間違いないですけどもね、本当にね、自由な店舗にね、育ってくれて、元上司もね、そうですね、喜んでるんじゃないかなと思うんですけどもねはい、大丈夫ですか、浜崎、暑い、いや、やや暑、いやや暑、はい、まだ見なくていいですよ。なるほど、映りたかっただけ、はい、そうです ね、 なるほどね、その結果がこれですね。はい、ちょいちょいやりますんでね、はい、こういう、あ、でも、ギリにここからですね。明日、キコーナー行けるかもなんですが、ドラミちゃんの写真撮れますか。おお、そうなっちゃいます。東大阪店来ちゃいますか。ね、はい、おお、これは悩んでますよ、これは選択でしょ。選択、あ、選択のスケジュールですねまあ選択に1時間半かかりますからね。そうですね、乾くかな、乾かない可能性がある。まあその時はちょっとお声かけいただければ、はい、ちょっと事務所行って30分も引きこもれば、はい、出てくるかなという。白塗り、ね、おー、これ皆さん、はい、これ本当にこの格好でいるんですかって言うんですけどね。まあリクエストが多ければリクエストで答えるということですよ。はい、あり得るということですね。ニーズには答えろっていうね、はい、ただね、一番やってはいけないのは、はい、写真撮らせてくださいって言ってそのまま変えてしまうパターンが一番やったんですよ。あー、なるほどなるほど、ぜひね、どうじゃね、させてないもんね。なるほどなるほど、降りたら誰もいないやつね。なるほどなるほど
それで一番やってはいけない、それだけは、はい、あの注意していただいて、そうですね、はい、じゃあまず写真撮らせてくださいって言って、分かりました、はい、じゃあ分かりました、ちょっと着替えていきますって言ってる間ちょっと遊んでいただいて、はい、30分はください、30分は30分ね、30分ね、白塗りの時間がいるんでね、うん、はい、でそれで準備整い次第ね降りていきますんで、それでね写真撮っていただければと思いますので、はい、マジかお願いしてみようってカウンターで言えばいいのということでね、あ、カウンターで言っていただいてもいいですし、スタッフさん捕まえていただいてもね大丈夫ですんで、はい、はい、マジな空気感出してきますね、この625コメさん、マジっぽい、マジっぽい、マジっぽい、はい、マジっぽい感じですけどね、これね、あ、その写真来週見せてってね、よしよし言われてますけどね、行きたいってやってますけどね、はい、ぜひお待ちしてますんで、写真撮りたいわってねやってますけどね、はい、30分わらわら洗濯わらってねやってますけどね、明日東大阪でドラえもんいるんだってことでね、まあ元々お店の中でねドラえもんになって格好、ドラえもんの格好になって、うろうろして、お客様とね、触れ合ったりしたっていうこともあるっていうことですんで、そう、元々あれですよ、ジージとドラミちゃんが、はい、あのドラえもんの格好して、はい、あのうろうろしてたんですよ、え、ジージもジージと一緒にうろうろしてたんですよ、ジージもドラえもんの格好やってたんですか、そうなんです、あの外とかうろうろしてたんですよ、なんか、なんかうろうろしてたんですよ、ジージちょっとお花、はい、こっちの声聞こえてますか、はい、去年ドラえもん2人でやりましたね、え、ドラえもんってやったってことは顔を白く塗ってこういう感じで全身タイツ着てたってことですか、やりましたやりました、ってことはこれリクエストがこれ今来てるのと、これはやってくれるという感じですか、マジすごい、見たい見たいっていうコメントが 今ちなみにその時の画像を探してます、あ、画像今携帯に写メ撮りましたんでね、あ、そこ、はい、あ、そこまでいいですね、ドラとドラで撮りましたんで、でもちょっと探しててどこにあるかわからないみたいな、はい、ジェイジお願いします、ぜひね、ぜひ見せてください、そうですね、はい、まあそうですね、はい、ぜひ見せてくださいね、いや顔白塗りして全身タイツ着てるジージがどんな状況なのか全く想像できないですけどもね、あ、見つかりましたね、見つかったカメラに向けてもらっていいですかね、カメラ切り替えますね、あ、あちょっともうちょっとアップにしてほしいかな、なんとなくわかるけどね、もうなんかこの時点なんかもうわかります、不気味不気味すぎる、白が薄いんですよ、肌が透けてますねいや、そうです、僕も今これ完全に落としてるやつかなと思ってたんですけど、なるほどなるほど、なんですよこれ、なるほど、これまだ1回目か2回目の時なんで、なるほど、ね、ちょっとまだ、ね、1年前ぐらいの話ですね、なるほど、怖えって、ほぼ話題になんて言われてますけどね、ジジと私の初の共同作業です、なるほどなるほど、ね、恐ろしいものを見たって言われてますけど、あれから1年あっという間ですね、なるほど、はい、ちょっとね感慨深い感じになってますけども、はい、そうですね、なるほどなるほど、シュールって、ありがとうございました、いやー、なるほどね、こういう一面もあるということで、そうですね、わざわざ、はい、画像も探してくれて、ありがとうございます、本当にね、気を使っていただいてありがとうございます、ありがとうございました、はい、いやー、素晴らしいですね、じゃあね、ぜひ、明日本当にもし来られて、お声掛けいただければ、着替えるのも辞さないと、ニーズには応える、なるほど、答えてくれるということですね、はい、という形ですんでね、ぜひ、東大阪、明日はね、ぜひ遊びに来ていただければと思いますので、はい、はい、ぜひ来てください、はい、よろしくお願いいたします。ああドラえもん手帳はもう確立してる、たった1年前なのか、ね、左の方は普通だが右が点々点って言われたけど、あれはもう普通に見えるようになってる、普通じゃないよね、そうですね、普通じゃないよね、そうですね、普通じゃないよね、あとね、あ頼んだらスリーショット取れるんじゃん、ジージ優しい、次回の店長集結スペシャルの時にジージもドラえもん店長で出てほしいですって言われてますよね、ああじゃあねドラミちゃんとドラえもんと2人で出るとかね、まさかのコラボレーションがね、はい、コラボレーション、ドラえもんが面白いかもしれないですけどね、あそうですね、はい、誰もが物理的に無理だと言ってた、そうですね、コラボレーションが、ね、そうですね、まさかの実現、あなるほどなるほど、はい、まあ、未だちゃんと青いタイツが2つあるのかというところですよね、まずいや、だからドラミちゃんの黄色いタイツと、あそういうことですね、はい、あちょっと待ってくださいね、めっちゃ反射してるんでちょっとどっか、あこっちですか、はい、そんなことより一時だよ1時来ました、あ1時来ました、はい、木村さん、はい、はい、じゃあ参りましょうか、あ木村さんが1時のところに走っていきましたね、ちょっと待ってね、はい、はい、じゃあ、1時になりましたんで、はい、ゴッド大喜利、はい、行きたいと思います、はい、1時の準備万端ですんで、はい、おやる気満々、やる気満々ですね、やる気満々、はい、じゃあ、引いていただいて、はい、はい、そのままいただけたら、じゃあ木村さんお題、はい、読み上げていただいてよろしいでしょうか、あこれいいの引きましたね、あ何ですか、はいお題、はい、松岡修造ですら冷めた出来事とは、なるほど松岡修造ですら冷めた出来事、あなるほど、あのね熱くて熱くて、
熱血松岡修造が冷めてしまったような出来事、はい、これは何でしょうか、はい、というお題ですね。はい、浜崎見せて、そうですね、ちょっと待ってね、浜崎熱そうって言われてるんで、熱そう、はい、いや、いいお題ですねということでね、はい、はい、うわ、熱、あ、で、ボタン、あ、でも普通のボタン、はい、お題が神がかってますね。あ、残念、外れましたね。さあ、じゃあ今ね、じいじが、浜崎じゃないかもしれない、松岡修造が冷めてしまった出来事っていうね、はい、お題で今必死に考えてますね、はい、もう少々お時間くださいね、はい、さあこれで、面白いかどうかをまたドラーちゃんに判定していただく感じでよろしいですかね。はい、はい、で面白くないという判定なされた場合は次どっちが罰ゲームなんですか。次は空豆太郎、これ順番的に言ったらそうなるんですかね。空豆太郎順番的に言ったらそうなるんですかね。そうですね、罰ゲームということでね、まあ、順番で言ったらですね、はい、前々の、はい、マイキックがそうですね、はい、ケツに、そうですね、炸裂するということになりますので靴を履いたまま来ますからね。はい、気をつけてくださいね。はい、ぜひね、じいじには頑張っていただきたいと思いますけども、はい、はい、どうでしょうかね。いやー、めっちゃ悩んでますね。椅子くるくるさせながらすげー天を仰いでますけどもね、じいじ大丈夫でしょうかね。はい、大喜利の振り方じゃないですよね。そうですね、完全に頭だけ尺を与えてからのそうですね、地獄15分に20分に1回来るっていうことですね。本当に頭抱えてますね、これね。大丈夫でしょうか、じいじ頑張れって。はい、ストレス以外の何者でもないこれ。いやー、これね、はい、サッカーでもよくありますよね、こういうシュート外した光景ですね。そうですね、完全に見たことありますね、これ。天は仰いでますね、仰いでますね、これね、はい、ドーハの悲劇みたいになってますけどね。そうですね。はい、大丈夫ですかね。じいじ寿命が縮まるってやりますけど、首痛めた。その悩んでる映画一番面白い、はい、面白いですね。みんなでじいじを応援してあげて。で、めちゃくちゃ面白いですね。はい、さあどうでしょうかね。考えてる姿最高やんってやりますけどね。あーと下向いてやろって、うなだれてしまいましたね。出てこない。松岡修造ですら冷めてしまった出来事。いや、止まらないですね。頑張れじいじ、頑張ってって言われてますけどね。はい、じいじコールが、そうですね、じいじコールがやまない。じいじコールコメントやばいですね。じいじじいじっていう、はい、何なんですかその一体感。そうですね。いや、でも完全にフリーズしてますね、じいじね、これね。大丈夫でしょうかね、じいじ、大丈夫ですか。まあまあまずいですね。まあまあまずい。まあまあまずい。まあまあまずい。日本語、日本語表現。まあ今の翻訳すると普通にまずいってことですね。普通にまずいってことですね、これね。はい、日本語表現がね、美しい表現ですけども、まあまあまずいということで普通にまずいですね、これね。そうですね、木村さんとは見本見してもらっていいですか。おっと、まさかの、おっと、まさかのまさかの逆ドッキリ。木村君、はいはい、なんか昔奈良でアルバイトしてたよね。はい、そうですね。あの時の店長誰。松井店長。あ、それ言っちゃった。ああ、言わなかった、あれやったのに言っちゃった。パワー、そんな時あったよな。なるほど、出たパワー。ちょっと大喜利の見本見せてくれるかな。なるほどね。あ、じゃあその見本見した後にこれね。なるほど。え、じゃああれですか、僕がやったらあの罰誰が受けるんですか。これはもうジージーにこれ行くんちゃいます、これもし受けたら。ジージー行くんちゃいます、これ。いや、後輩の失態は上司の責任。おー、ってことは男前、ジージー受ける。あー、なるほど、ね、もちろんと。ちょっと大喜利の見本見してもらわないと。いやー、なるほど、不慣れなもん。いやー、はい、部下がね、必ずなんか谷に転換するというあの技法を見せる。素晴らしい。2回目で見せ始めました。素晴らしい。いやー、高等テクニックですね。そうですね。いや、でも僕受け狙いに行きますよ。なるほど。だったら、じゃあね、はい、今ちょっとね、木村さん書いていただいてますね、はい、少々お待ちいただいてもよろしいですかね。はい、はい、松岡修造ですら冷めてしまった出来事ね。さあ、ということで、まさかの、振り返し、ジージの方からね、バロン木村の方に、パスが投げられたということで、お題ね、受ければセーフ、受けなければ、ジージの、ケツに、マイキックが炸裂すると。なるほどですね。いやー、なるほどですね。その映像見たい。意識がシュールですよね。そうですね。恐ろしい。恐ろしい映像になりそうですけどもね、大丈夫でしょうかね。いいコメントをいただいてますよ、これ。はい、面白いこと言うだけだよ、簡単だよ。深いですね、これ。間違いない。当たり前のことですもんね、これ。間違いない。そうですね。なるほど。はい、もう第いいからじゃんけんで大喜利でいいんじゃないって言われますけどね。はい、台いらないような気もしますね、確かにね。はい、元芸人頑張れってね、彼女見てるよって言われてますけどね。あー、頑張りますよ、はい、そうですね。ブロックいけ。はい、はい、けけけ。さあ、今
書いてますけどね、どうでしょうかね、見えますかね、ちょっと待ってくださいね。ジージーもそっち行った方がいいですか。いやもうジージーそこであのゴッド回してってもらって大丈夫ですよ。その間じゃあ回していただいて、はい、ジージーの答えも考えといてくださいね一応ね。あ、はい、あ勝負ってことですねこれ。そうですね、あ勝負ってことですね、はい、さあじゃあ木村さん、木村さんから、はい、あこれで、あ同時に出します、あそうします、あいや見本ですね、見本見せろって言われてたんで、はい、木村さんから出したらいいんじゃない。それをあまだ白紙ですけどね、こっち。そうそうそう、木村さんを、ね、参考にしてね、見本を見たいということですので、はい、はい、じゃあ木村さんカメラに向かって、若干こう液晶に近づくぐらいの距離感でお願いしてもよろしいですかね、はい、今ちょうど顔がぴったり入ってる感じですね、はい、はい、じゃあ行きますか、はい、お題、松岡修造ですら冷めた出来事とは。あ、行きます、はい、松岡修造ですら冷めた出来事とは、はい、ジージのマイキック。え？ジージどうですかこれ。え？そんなんでいいんだ。え？え？え？え、それって滑ってない？いや、滑ってるっていうか、滑ってる以前になんかちょっと意味がよくわからないです、ね、なんか、かかってる、なんか時が、はい、あの動き始めたように、そうですね、コメントが炎上し始めた、はい、これ、これ、ね、事故ですか、スタンド、はぁ、スタンドを使った、スタンドを使った、これチャンスですよ、勝てますよ、はい、ザワールド使いました、意味が点々点アウトアウトって木村マイキックこれは木村がマイキックやろはい、今確かに冷めたなってフリーズね、言われてますんで、え、これでジジが蹴り食らうとかちょっと俺納得いかないんですけど、これ、あ、まあ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 、まあ、そこは、はい、視聴者の皆さんに、はい、そうですね、一番名前が出てきてるのが多い人ですね、一番名前が多い人、木村が、はい、木村がマイキックって書いてます、ね、あー、ね、木村ジャワー、あー、そうです、木村さん、そうです、木村がもうこのランでもう4件ぐらい見えますからね、いやいや、もっともっと10件、20件ぐらい木村が受ける、木村が、あー、受けますね、これ、まあちょっとでも、あ、でも違う意見もありますよ、これ、K-I-M-U-R-A、あ、木村だった、あ、木村ですね、木村ですね、これ、結局木村、はい、まあでもあのジージの待ちましょうよ、え、ジージの待ちましょう一応ね、ああ、今の参考に、はい、ジージのね、あの回答を、はい、はい、これでも面白かったらもう、ね、逆に自分の首を絞める、なんか画面にいないっすよ、画面にいないっすよ、ジージ大丈夫、いける、やばいっすね、なんか書いて、イエスイエスイエス、まあ、まあ略したらはいってことですねなんで返事が略したら、返事だけ英語なのかよくわかるんですけど、はい、ただ今のだいぶ面白いですねそうですね、イエスが、大喜利じゃないやつに負けるんですか、イエスがおもろい、はい、イエスまだまだジジ何でもええやでってね、嫌な予感しかしないぞってね言われてますけどね、大丈夫でしょうかね、こんばんは、福井県から見てます、ありがとうございます、もうイエスだけで面白かった、そうね、イエス面白かったですけど今のね、そうですねこういうところで結構持っていきますからね、そうです ね、はい、持ってますよね本当にね、はい、はい、さあ人事、これでもこれ完全にフリーズしてますね、松岡修造がね、熱い男松岡修造が冷めたね、はい、出来事なんでしょうかというね、お題ですけども、もう出てこなすぎてペントントンしてますね、あー、ペントントンしてるってことね、とりあえず意味さえ分かればジージの勝ちだからってことで、そうですね、はい、意味が分かればね、もうジージの勝ちということで、いやでも結構難しいですよ、それも、あ、じゃあこのじゃあジージが考えてる時間に、はい、あの木村さんのちょっと弁解でも聞くのも別に、ちょっと今の解説してもらっていいですか、さっきのあの時が止まった瞬間ですね、はいはい、アンドリーの時についてちょっとあの説明していただく、そうですね、そうですね義務があるよね、説明、はい、説明ですね、はい、なるほど、まあ、説明ですよ、はい、自分のボケを説明しろと、説明ですね、はい、ボケの中身、はい、中身ですね、なるほどです、まあ、理論的にね、はい、なるほどなるほど、あ、まあでもあの説明したかったんですけどもね、はい、出した瞬間ちょっと頭真っ白になりましたので、はい、あのちょっとよく覚えてない、ね、覚えてない、はい、あ、そうですか、あ、覚えていない、あ、今のもちょっと、あの、よく液晶ちょっとかぶってるんで、はい、はい、あ、今のもちょっと危ない感じですか、今のも危なかったですね、そうですね、なるほどですね、忘れたで済む問題かどうかって話です、ね、なるほどですね、はい
口を開けば事故が起きる。そうですね。ちょっと今ね、ちょっと今コンディションまずいですよ。そうですか。これどうですか。そのまま太郎くんはね、今なんかね、こうこっちを見ながらね、ニヤニヤしてお前ら面白そうだなみたいなね顔して、ちょっと寂しそうな顔してるんで、もしかしたらそのまま太郎くんにもちょっと回答権をあげたらいいんじゃないかなと俺は思うんですけども。視聴者様に。いいですね。どうですか。そのまま君が。そのまま君ちょっとあれやります？あれ髪。違うお題。お題変えましょうか。いや、お題も一緒でいいんじゃないですか。同じ条件で同じお題でいけますか、そのままくん。はい、じゃあ大体分かってたでしょ、こうなること考えてたでしょ、今までキムさん、ペンある。あ、ペンですか。はい、あれペンどこ行った。あ、ペンあります。はい、ある。あ、じゃあ、空豆太郎くんにね、もう一回お題言ってもらっていいですかね。松岡修造ですら冷めてしまった出来事とは何でしょうかというね、はい、お題になっております。熱い男ね、松岡修造が、冷めてしまった出来事とは何でしょうかということで、まあね、今ね、麻酔店長、ジージが一生懸命考えてるんで、その間をね、つなぐという意味を込めてね、空前太郎くんに書いていただきたいと思いますので、どうでしょうかね。あ、なんかでも書いてますね、ささっと。あ、早いですね、でもね。いける、はい、もう予測してたんでしょうね。なるほど、なるほど、流れを。そうですね、賢い。なんか書いてますね、めっちゃ。はい、まあ、でもこんだけ早かったら逆にハードル上がるんじゃないか。そうですね、はい、さあ、いける。よし、こい。おお、早っ早っ早っ。松岡修造ですら冷めた出来事とは何でしょうか。はい、ドラミちゃんの真顔。さあ、判定。これやばいって、嘘。まあでも意味は通じる感じ。視聴者の人なんておっしゃってるんですか。わらわらわら、ドラミが面白い、うんって。わらわら、合わせ技か。合わせ技ずるいって。今のドラミ補正かかってたじゃないですか。合わせ技ずるいって言われてます。いいぞ、東大阪店、いいぞいいぞ。そうですね、完全になんかあれですね、今のコラボレーションでしたね。木村よりは全然いい。いやいやいや、僕単体ですからね。木村よりは全然いいっていうね、評価ですけど、はい、木村よりかは上って。はい、木村よりおもろいな、このね。はい、皆さん今ご覧いただけてますかね。はい、あの左下のね、はい、あの画面は、あのこれ止まってるわけじゃないですよ。ちゃんと時は動いてますから。生きてる。はい、すいません、ジージのペンが走り出しました。開いた。はい、走り出したら止まらないよ。はい、何ですか。少しお待ちいただけたら。わかりました。いやー、この背中がね、日本のお父さんの背中です。いやー、そうですね。さらに今元が立ってますね。もう日本代表のユニフォーム着てる。ジージ大丈夫ってね、言われてますけどね。はい、ジージ頑張ってる、寝てるって言われてますけど、寝てるわけじゃないですよね。大丈夫ですよね。あ、太郎チンカーというかね、本日ね、空豆太郎とバロン木村と、はい、ドラミちゃんとオカルト店長、あとね、特別ゲスト今福店のジージ店長というね、豪華なメンバーで本日はお送りしておりますけども、いやー、どうですかね、ドラミちゃんに救われたなーってことでね、まあ間違いないですけどね。はい、また滑ったボケの疑似に。ボケの疑似にね、ジージで疑似さんになりますからね、激アツですけどね。すごい振り方しますね、この人も。どうでしょうかね。日本のお父さんは何してるのってことで、ね、今ね、必死にね、お題に対する回答を考えてますけども ね、もうとか言ってる間にそろそろ15分経過するということで、次のお題がまた襲いかかってきそうな。そうですね、はい、気がしなくも。まだね、1時10分ですからね、今ね。地獄です ね、 本当ですね。早く答えないと次々また新しいお題がね、こうストックされていくという危険なパターンですけども、大丈夫でしょうかね。人事コール起きてますね。ジー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 、頑張れ日本ってね。日本一覇気のない代表ユニフォームだなって言われてますけどね。ジージー、恐ろしいですね。サムライブルーですからね。そうですね。はい、今来た皆さん、おばんです。木村を除くということで、ね、どうもありがとうございます。ありがとうございます。おばんは、負けた後、そろそろかけたって日本代表ジージーって言われますけど、どうですかね。もうちょっとですね。もうちょい、はい、ペンが走り始めてから2分経過。結構長い。めちゃくちゃ長いけどね。結構凝ってるんですよ。凝ってる。じゃあジージ行きますか。お、いける。小説書いてますか。ちょっと待ってくださいね。小説いける。はい、ちょっと待ってください。はい、じゃあカメラこっちに、はい、ここじゃあ出してください。はい、じゃあ行きますよ。はい、お題、松岡修造ですら冷めた出来事とは何ですか。はい、松岡修造とテニス勝負をしようと思ったら、テニスのラケットがしゃもじやったと。あ、
ちょっと、ちょっとでもちょっとこなんかね、ちょっとね、絵が異常にうまい、絵が異常にうまい、僕はそこにそこに目でいってしまって、いや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 、絵がすさまじく、うまいっていう、意外にうまいですよね、うまい、意外にうまいですよね、大喜利の答えのリアクションがうまい、そう。うまいとめちゃくちゃ絵がうまい、絵うまいは関係ないでしょ、ちゃんとあの動きとかもちゃんと描いてますからね、そう絵がうますぎ、ジージーすげえ、ね、このね、ボール、もうちょっと下、まあ今下を落とせます、ボールにね、影まで描いてます、影ついてるからね、ボールにドラえもんのね、青い、はい、青の表示までちゃんとこう、点あの縦線でね、線でね、表現してて、表現してますから2色でね、色を表現する、あすげえ、それは2分かかります、2分でよく済ませたって感じですね、いやー、素晴らしい、いやジージーすごいわ、期待通りで、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあこれは結局誰がね、罰ゲームかってもう当たり前ですけど、これ一番そうですね、コメント多いので、はい、いいんじゃないですか、いやもうこれね、誰が食らうかなんて完全に決まってるでしょ、木村マイキックってほら木村もう一択ですねってね、いやでも、はい、選択肢がなくなっちゃいましたね、でも最後の、はい、最後の A の評価やったじゃないですか、え A うまいやったじゃないですか、いやなんかあのガチで愚痴始めましたよ、いやだって意味が分かんないよりは映画うまい方がねまだねマシですからね、ひやまはい、じゃあすいませんまいまいさん、本日2回目の、マイキックお願いしてもよろしいでしょうか、スパンが短いスパンが、はい、えちょっと待って、行く時だ行く時行く時言って、すごいですね、あのまいまい今腰骨に入ってなかった完全に、すごいですね、気を使うことなく靴を全く脱ぐ気配すらないっていうのがすごいですね、なんか完全に腰に入ったよね今ね、あいつ平たい骨狙ってきた躊躇腰痛って、通常ねこういうのはね、そうですね、我々この店舗の人間が思いっきり言ってくださいねとかね、はい、うん、気使わずに面白く行きたいんでとかって言うんですけど ね、 そうそうそう、気使うと、気使うと面白くなくなるんでね、あの一切そういった打ち合わせ必要なかったそうですね、そうですね、はい、あの女さすがやって笑って笑って笑って、あー、はい、あー、行きましたね、はい、ありがとうございました、はい、じゃあね、次の大喜利はあと2分後、あと2分後ですね、そんなにあるの2分半、ね、でいい、早いっすねこれね、半でいい、半、ちょっとね、台が完全に空気になってるんで、まあいつものことっちゃいつものことなんですけど、はいはい、ちょっとそらまめ太郎あのバロンにちょっと頑張って台をね見せていただいて、はい、お願いします、はい、お願いします、よろしいですかね、はい、大丈夫、ジジも頑張ってコット引いてくださいね、はい、ということでね、地獄やって言われてますけどね、はい、人間の女最強容赦ないなって、マイマイはもう少しケツに命中させる精度を上げようって言われてますけどね、いやすごいですね、はい、容赦ないなってね、いや、なんかしら毎回骨に当たるんですよ、いや、本当にね今ケツですらなかったもんね、完全に腰側面に腰からね来てましたけどね、はい、尻じゃないよな、さすがの女、足上がるわねって言われてますけどね、はい、純粋に痛いとこを狙うようになってますね、いやそうですね、そうですね、はい、罰ゲームの意味をね完全に理解してる感じですけどね、はい、ということでね、木村にマイマイキックということでね、見事マイキック、本日2回目炸裂しておりますけどもね、はい、早いな、いやでもこれ誰に飛んできてもおかしくない展開になってきたんで、これ怖い感じですけどもね、これそうですね、はい、オカルト店長とか大丈夫ですかこれ、いやそうですねそこで、はい、そこであの名前を出すっていうところがまずあれです、いや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 、そう、もうそんなん言ったら俺も巻き込まれるのも見えてるんで、みん全員の名前出していきますけどね、本当にね、はい、いやまあどうせ巻き込まれるね、はい、みんなで巻き込まれようぜみたいな、そうですね、はい、感じですけどね、安心してるのは私だけですからね、いやこれトロミちゃんも安心してる、うーん、あーそうですか、キャラじゃないんで、キャラじゃない、うん、ケツを蹴られるようなキャラじゃないんでね、あ、皆さんこれ分かりますか、これ高度なフリーですからね今ね、はい、このねコメントで今要求してる要求してる姿勢ですよこれね、あ、ドラミちゃんもしたいのかってことでね、いいことでね、はい、フリーじゃない、フリーじゃないもん、はフリーってね言われてますけどね、はい、キャラわらわらわらって言われてますね、これね完全に今完全に要求モードに入ってますんで、はい、ドラミのプリケツマイキックあるでそうですね、いやダメだ、はい、マジで、プリケツ、まあちょっとこのタイツやったらめっちゃ痛いですよね、そうですね、プリケツが歪む、はい、右と左のバランスが変わる、はい、前振りって言われてますね、37になるよ、尻が37に、いやでもほんまにあれまずいですよ、
痛い。あの力入れたとこ以外狙ってきますから。そうそう本当にね、はい、ダメだダメだ。そろそろ脇腹あたり来るんじゃないかなって気がするけど、ね、本当ね、はい、そうですね。ドラミ蹴ったら子供が泣くよとかね言われてますけどね。あ、ドラミちゃんはガスが一番効く。でドラミちゃんも大喜利だなってね、欲しがりめって言われてますけどね。ドラミちゃんにマイキック見たいってほら言われてますよ。はい、尻が3ならわらわらわらって、はい、ドラミちゃんのプリケツにお見舞いしたでってね言われてますけどね。自慢のプリケツがね、はい、怪我しちゃう、怪我円髄に、はい、お前前バロンチャンス。お、熱そう、若干。そうですね、緑保留からクライマックス7年か、これクライマックス7年に入った、ね、はい、まあ、とりあえずあの図柄提出する回数が多いほどチャンスだと。なるほど、はい、どうですかね。お、4回目来ましたよ。はい、6回お、あ、5回か、5回ですね。はい、6回もう結構暑いんじゃないですか。どうですかね。キムキム手入れチャンス発動してとか、ね、もう20分になりましたよって、ね、言われてますけどね。一応じゃあ次30分からじゃあ大喜利させていただきますかね、はい、そうですね、はい、あ、6回さあそれまで頑張ってね、台の方でも見せていただければね、はい、こう視聴者さんまだ愛は当たってないですよね、多分ね。愛まだ当たってないですね。せめて見せ、せめて千葉さんここは一矢報いらない、ここはそうですね、なんとか結果を残したいので、はい、お願いします。どうでしょうね、こういうところもね。あー残念、あっ、まあ、こういうところで外す男ですからね。そうですね、あこういうところでもうあーでですから、あーあーって感じですね。まあまあ、まあ、赤保留じゃなかったんでね、まあここに来ても、はい、次は足つぼもいいなとかね、マイマイ容赦なしだなとかね言われてますけどね。マイマイビンタはできないのって質問いります。今いやビンタね、どこだっけ、梅北の放送かなんかでね、あの罰ゲームでマイマイのビンタっていうのがあって、昔ねやらせていただいた記憶ありますけどもね。あとは梅北の店長がやられたということですか。ね、梅北のテレダスさん、主任さん、あ、すいません、ラブテラさん、はい、ヘルゾーンまた入ります。あ、ヘルゾーン、はい、また青ですね、どうでしょうかね。ヘルゾーンどうでしょうか、かがと落としでとかね次はかがと落としかなってね言われてますけどね。バカンバカンヘルゾーンって、前々グーでいける、グーパングーパンはダメだろ、ダメ、恐ろしすぎだろ、ダメ、絶対、はい、抜けましたね、はい、あー終わっちゃいましたね、はい、はい、最近のあの手のたくさん疑似するやつって赤いかない時点で諦める。あーなるほどね、はい、APT、 あの足つぼもね、あの前々できますんで。APT って何ですか。足つぼあのタイムですよね、あのお尻ペンペンタイムとかけて、OPT ってかけて APT、 足つぼ P は P どっから来てんの。足つぼなんだっけ、タイムだっけ、足つぼ何タイム、足つぼプッシュタイムか、あプッシュね、はい、はい、APT 頼むわってね言われてますけどね。足つぼプッシュタイム APT、はい、そうですね、うまいうまい、この野郎、せっかく裸なんだから木村の背中に もみじつけるのもいいか、やかんてそれは、はい、あーそれー、ね、すいません、ね、またヘルゾーン入ってます、はい、お黄色ヘルゾーン来ましたね、はい、木村の背中にもみじ、やかんかん、おチャンス当たる、あーっとプッシュいただけですか。あそっち押したらあかん、あーあ、ね、見事普通に押しちゃうんだ、大当たりですね、おめでとうございますさあ2回目の大当たり、ですけどもね、次何が来るか期待して見ていきましょう。残念ながらねゴッドはまだ、開始1時間半で引けてない感じですけどもね、はい、どうでしょうか ね、犬以外、犬以外行きましょう、犬以外、犬以外ね、はい、セポネ ね、ハーデス出てくれば最高ですけどもね、どうでしょうかね、天竜張りのグーパンチ見せて、そのうちドロップキックですね、わかります、アシストプッシュタイムそうですね、プッシュって前々金棒、金棒トランクから出してる、トランクに金棒入ってんだ、金棒入ってん、入ってあーっとワンワンですね、残念ながら今回もまたワンワンですね、あ、はい、今日はちょっと不調っぽいですね、なんかそうです ね、ちょっと調子が悪いみたいですね、じいじはワンワンだな、じいじ見せ場頼むよってことで、ね、ワンワンになっちゃいましたね、いいね、綺麗なもみじ頼むよマイマイさんってね言われてますけどね、紅葉の時期だからもみじワイワンワンワンってね言われてますね。あー残念ながら、あ何ゲームだったマイマイ、50ゲームですね、50で、はい、さっきよりもさっきよりもちょっと厳しい感じですね、そうですね、はい、残念ながら、50ゲームでワンワンという形になりましたので、引き続きね頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、お願いします。
はい、ということでね、もう1時25分ということで、時間が、ね、早いですね。本当に早いですけどもね。はい、はい、どうでしょうかね。また次のが炸裂ですか。また5分後に来ますね、これね。ゴッド大喜利があと数分でね、やってくるという今日の時間がやってくる感じですけどもね、はい、また地獄が訪れるわけですね。そうですね。いやー、はい、きついですね。ワンワンってね、せめてワンコのゲロを見せて、とりあえず木村は紅葉決定目、松浦広駅前待ち合わせで神社で筋トレ。そうですね、キムキムの背中に赤い天使の羽つくろう、今日めっちゃ早いって、ね、言われてますけどね。あの罰先に決めるとおかしいない、おかしいですね、はい、はい、楽しい時間は早いですなって言われてますけどね。今日めっちゃ早いって、ね、言われてますね。スターバックス、大喜利しなくてもキムのモミジは確定だよって言われてますけどね。どうしますかね。いやもうそれただの罰じゃないですか、罰ゲーム。そうですね、ゲーム全く関係ない感じですけどね、はい、足つぼもいいなっていう方もねいらっしゃいますけどもね。はい、ちょっと残念ながら台の方が浜崎、高田ともにあまりよろしくない。そうですね、はい、あの高田組最初ね調子良かったんですけど、はい、KY な時間に当てて、はい、いざという時に当たらないっていう、ね、そうですね、今こういう ね空いてる時間にこうズバッと当ててくれればあのいい感じなんですけどもね、はい、人が喋ってる途中にね、あ当たりましたみたいな感じで持っていった後いいところは何もこない。クオリティですから。なるほどなるほど。いやーすごいです。空豆。それが空豆たるゆえんですから。空豆。そうですね。空豆クオリティという感じですかね。そうじゃなかったらただの人なんでね。なるほど。なるほど。っていう感じですかね。はい。双葉書店、背中にもみじ2つ作ったら天使の羽っぽくていいね。痛そうだけどねそれね。痛くなくて、はい、辛いやつ希望したいですよね。痛くなくて辛いやつ、うん、痛くなくて辛いやつ、何がありますかね、うん、何が辛いんですかね、何が辛いですかね。何なんですかこの時間、何が辛いか考えるやつ。罰ゲームをみんなでね、はい、あの30分までにあの募集を募るみたいな。そうですね、何ができるかね今考えてますけどね。あんまりね、はい、あの痛すぎるやつとかはあの PTA の方の目とかもありますんで。そう、ね、いや PTA はお世話になってないんで大丈夫ですけどね。いや一応ね放送倫理上ね、はい、あまり問題にならないような感じで、ね、そうですね、はい、安全にね過酷なやつが一番いいんですけども、それやったらあのマイキック OK な意味が全くわからないですよね。確かに確かに、はい、あれ十分痛いですかね。そうですね、はい、そのまま起きてるって言われてるよ、大丈夫。はい大丈夫です。寝てるじゃん完全に、大丈夫。大丈夫です。なんか暑いの全然ないんで、もう眠たくてしゃあないです。ああ。結局眠たい。眠いんじゃん。自分の意識でしょ。眠たい。眠いんじゃん。あ、おっさん。萌えちゃんとの裏話。裏話まだありますか、はい、裏話。いやもうないですよ。逆に表を話してないぐらいの状況に。そう、ね、まあそうですね。はい、いろいろねすごい裏話いっぱい出してもらいましたけどもね。はい。はい、今岡田店長がまた悩み出したけど、これなんか出てくるのかなこれ。恐ろしいけどね。いやなんか遡ってるんですけど、はい、やっぱりもう多分すべて出し切ったかなって感じですね。いやもうそれはそうですよね、あんだけ喋ったらね。喋りすぎですね、はい、そうですね、感じですけどね。言及、萌えちゃんのメール見せて萌えの写メ公開PTA 高めわらわら、撮影とかね言われてますけどね。萌えちゃんとの裏話、ふんどし締め上げようぜPTA ペナルティエリアだから、バロンの裏ネタ暴露大会して、明日店舗で2時間大喜利ぶっ通しは地獄やないか。なんてこと考えるんですか。ひどいな、悪魔ですね。見つけましたね、本当に辛いやつ。そうですね。いやいや、ほんまやましょう、ほんまやましょう。罰ゲーム。ほんまかんか。痛くはないけど辛いね、確かに、はい、本当に辛いやつですね。この時間に PTA、ね、空豆に眠気覚ましのマイキックをね言われてますよね。久しぶりに来ました、ね、どうもいらっしゃいませ。あのプレゼントのティッシュには勝てないということでね、これオカルト店長が暴露しましたけども、萌えちゃんからね、そうですね、手書きのメッセージがたっぷり入った、ね、面白かったですねあれ、はい、ティッシュをあのプレゼントのティッシュですね、あのプレゼントのティッシュですね、はい、A ありますかあれ。そうですね、あるんだね。えまずプレゼントでティッシュもらうっていうのがなんかいろいろ意味深ですけどもね、なんかね、なるほどね、あ、はい、それはでも意味深あ、はい、子供には分からない。そうですね、まあ、PTA の声とかありますんでね、はい、ちょっとこれ逆なんでちょっとあれなんですけど、見えないですけど、見えますかね、はい、まあこれ見えないとこもあるんですけど、まあこれ拾うと、はい、まあ簡単に結構これねまとめると、はい、まあ内容的には、はい、
まあ、キムちゃんかっこいいのばっかなんですよ、なんかっていうことがね、そうなんですよ、手書きのメッセージがたっぷり書いた、そういうことばっか書いてるんですよ、はい、っていうティッシュを、彼女の萌ちゃんからプレゼントしてもらったということで、そうですね、はい、でその中に謎のメッセージとして高見盛りは、振り分け親方になったよっていうのが、書いてあるというね、いやこれ面白いですね、はい、ちょっと面白いですね、いや教えてくれたんです、これちょっと面白いですね、可愛らしいね、はい、安定の破壊力、情報通ですよね、情報通ですよね、はい、あ、30分だぞーって言われてましたんで、じゃあ大喜利、はい、大喜利タイム行きたいと思います。行きましょう、行きましょう。時計ばっか見てるんだから。はい。ゴッド大喜利、行きますよ。いやーもうなんかさっきと全然違う気持ちで答えられてるわ。はい、さあ、ジジ、はい、またネタをちょっと引いていただいて、いやー、肩もこれ、やる気満々ですよ、これ。やる気満々ですね。はい、よかった、前のやつ回答結構良かったですからね。そうですね。受けましたからね。はい。さあ、何でしょうか。どうした？では木村さんお願いします。はい。はい、ああなるほどね。行きます。はい。あ、こっちかな。はい。お題。まるまる大量摂取。何を摂取した？お。まるまる多量摂取。はい。多量摂取。何を摂取した？はい。これ難しいんじゃない？ちょっと。めっちゃむずいですね。難しいし、これ PTA 的に危ないやつ。なるほど。今の時期危ない、ね。まあ、ね、思いつくのが。そうですね。そっちしかないですもんね。確かに。PTA とか、はい、BPO とか。はい。要は PTA ですね。要は PTA ですね。はい。いろいろね。そうね。ちょっと風営法とか、風営方法とかもあるんでね。もう一回別の、はい、別の危ないやつですよね。はい。はい、危ないやつ。お題作ったやつ誰だ？はい。いっぱいありますのでね。はい。いっぱいありますので。ありますね、はい、じゃあ木村さんお願いします。はい、はい、険しい表情ですけども、あ、これちょうどかもしれない、これいい、おこの間出たばっかりですもんね、はい、はい、お題、新しい警報が現れた、どんな警報、あーなるほど、新しい警報、はい、ね、あーなるほどですね、なるほどね、ありますよね、災害とかがね起きる、起きることでね、なんか警報新しいのがこうねできたりとかして、そうですね、大阪もこの間ね台風で、はい、あれですね、大雨警報とか出ましたからね、出ましたね、そうですね、とか出ましたね、はい、これは難易度低いやつですね、これはいける、いいお題だ、これはいける、お、なんか書いてますね、早いですね、はい、何警報、ひらめき始めましたね、お、書いてますね、ここでね、間を持たせるとダメなんですよね、そうですね、そもそも難しい、やはりスピードで攻めていくのが、はい、悩んでますけどね、だからさっきの背中と全然違いますからね、まあでも、うん、まださっきよりは書けそう、まあ警報いうことなんでね、はい、まあ、まあ、これに気をつけろいうやつですね、そういうことですね、気をつけてねってやつですね、はい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 って言ってますけども、あ、もう完全に飲み込んでますね、そうですね、はい、はい、さあどうでしょうかね、マイキック警報とかね、コメントで大滑り警報とかね、いろいろ言われてますけどもね、はいはい、さあ悩んでますね、いけるでしょうか、大丈夫でしょうかね、これあ、あ、悩んでますね、はい、これ大丈夫ですか、罰誰ですか、罰はこれは誰がするの、これ誰ですかね、これこれまあジージが滑ったら木村さんかそのまめ太郎が罰ゲームするっていう最初の企画だったんですけども、まあそこは はい、あれですね、はい、コメント見てやったらいいんじゃないですか、はい、なるほどなるほど、空気ね見ながら決めていく感じで、滑るの前提なのねこれこれ滑ったらジージだろ、はい、できました、はいはい、はい、じゃあはい、じゃあお題読んでください、新しい警報が、現れた、どんな警報ですか、はい、無茶振り警報、うまい、うまいっすね、無茶振り警報、なんかちょっと気をつけた方がいいんちゃうかな、確かにちょっとね、エスカレートエスカレートしすぎなんじゃないかということで、え、これいいんじゃないですか、はい、まあまあうまいな、わらわら、まあまあうまいっすね、うまいうまい、ドヤ顔、ドヤ顔これもこれイージのドヤ顔乗り始めましたね、ガンつけてますけど、本当に時間も迫ってきたんで、次38分にしますか、じゃあ38分で、今の結構良かったんで、セーフということで、今のセーフやった、セーフということで、はい、おー見事見事セーフということで、今のは良かったと思いますよね、なるほどなるほど、いい出来やなということでね、はい、大喜利の醍醐味みたいな答えというねコメントいただいてますけどね、はい、なるほどなるほど、セーフということで、セーフって何ですか、あるんだ、セーフもね、セーフパターンもあるんだっていう部分をね、大喜利に答えて、はい、セーフって何、セーフ、いや、いいじゃないですか、うまかったじゃないですか、ね、なるほどね、これセーフでいいんでしょ、セーフパターンもねあるということをね、はい、証明できたということで、はい、いいぞーってね言われてますんで、はい、はい、こういうのがないとねやっぱりね、そうですね、はい、たまには、はい、そうですね、次のパターンもね、40分次、そうですね、40分で、はい、じゃあ次、ね、今回はだいぶ体力もありますんでね、はい、涙拭く時間もいらないんで間短くてもいいんじゃないですか、
わかりました。じゃあ次ね40分またじいじねお題引いていただいて、はい、やっていきたいと思いますんで、これどうなんですかね、木村さんにもでも求められてますね、はい、ああ木村の答えはとかって言われてますけど、これまあ一応セーフになったんで罰ゲームないんですけど、はい、一応木村さんの答えをね、まあ、口頭で聞いておきますか。じゃあ罰ゲームないんですね。ないですよ。木村さんだったらどういうふうに答えてたんですか、教えてください。新しい警報が現れた。どんな警報。僕はあのとんでもない下ネタを考えてました。それ放送乗って大丈夫なやつ。いやダメなやつですね。ダメなやつ、はい、あの答え変えてもらっていいですか。じゃああと、考えたんですけど何も浮かばなくて、はい、あのかぶるとかかぶらんとかそっち系で、でも、はい、かぶる、これ木村さんが全部考えたんじゃないですか。これってはい木村さんが全部お題考えたんじゃないですか。一応考えましたよ。いやいやいや、あなた親でしょ。はい、あなた問題の親でしょ。そうそう、考えた考えた、ね、親ですねこれ、はい、自分の言える親です。親ですね。まあでも頭空っぽにした方がいいじゃないですか。そういうのなんで何も考えずにつけなさいね。ああ、模擬の答えあるよ ね、模擬試験の答えはねあるんじゃないかってね言われてますけどね、はいはい、答えありきで問題は考えてらっしゃるとは思うんですけどね。まあね、基本的に、ね、普通はそうしますよね。はい、人事の方ちょっと動きありました。おー、取れましたね。来ましたね、おめでとうございます。いきなり直撃で、おお、来ましたね。ちょいちょい挟んでいただけますね、これ。ひなな、ひななの斜め斜め揃い来ましたね。斜め揃いがあってのこれですね。なるほど、素晴らしい。ゴッドじゃないんですよね、これ。そうですね、ゴッドはまだ引けない。ゴッドへの過程としてね、はいはい、3発目引きましたよ。なるほど、おめでとうございます。あ、着実に歩みを進めてるわけですね。そうですね。さあ、じゃあ3回目のジャッジメント、これまた何来るかね、気になるところですけどね。先ほどまでは犬とケルベロス2回でしたけどもね、はいはい、どうでしょうかね。下ネタもみじ確定と、ああと3回目もワンワンということで、まあ厳しい展開としてはよくある展開ですけども、ワンワンですね。じいじワンワン以外見せてってね言われてますけども、残念ながらワンワンなっちゃいましたね。ワンワンだなんか、ゴッドと相性ものすごいね良かったんですけど、はいはい、確かに最近なんかものすごい悪いって聞きますからね。あー、ちょっと調子言ってましたね。調子落としてるということで。だいぶ落としてますね。これゲーム数何ぼでしたか今の。ゲーム数90ゲームですね。あ、90ゲーム、ね、あー、結構乗れましたね。そこそこ乗った感じですけどね、はい、はい、ということで、じゃあ引き続き頑張ってくださいね。はい、はい、さあ、とか言ってる間にね、38分ということで、あと2分ですね。はい、2分でまた次の大喜利タイムが来るという感じなんですが、そら豆太郎もバロン木村も残念ながらパチンコの方は見せ場がほぼほぼない。全くないですね。全くない。エースすら来ないですか。はい、ないですね。暑そうっていうのもすらも来ないという、完全にネガキャン状態ですけどもね。大丈夫ですかこれ、お店として。非常にまずい状態ですね。非常にまずいですねこれね、はい、台自体は相当面白いんですけどね、はい、ちょっとうまく伝えれてないですよね。説得力なさすぎだろそれ、はい、やっぱり大当たりするところ見せないとね。はい、そうですね、見せ場がないと。大喜利の方では見せ場がだいぶあったんですけどね。そうですね、大喜利はね。そうですね、じいじがね、めちゃくちゃうまいね絵描いていただいたりね、はい、無茶振り警報っていうね素晴らしい答えを出していただいたり。そうですね、今の空気にぴったりな ね素晴らしい答えだと思いますね、はい、空気を読めたね回答でしたけども、まあ、木村さんはね、台は当てれないはなんだっけ、ジージのマイキックっていうね謎すぎる答えを出すわでね、今日は本当にちょっとね、はい、そうですね、なんかジージ今日らしくないですね。なんかね、らしくないです。そうですね、はい、いろいろね困った感じになってますけどもね、はい、どうでしょうかね。この大喜利で一番ヒヤヒヤしてるのは木村だろうなって言われますけどね、今来たんだけど今日の企画でゴッド引くまで帰れないんですかって、そんなね、ガチな、大変な企画は水曜日やりませんのでご安心ください。そうですね、まあ、基本的に時間には終わるんで。そうですね、寝る時間から帰るのは方向性考えてますからね。そういうね、過酷なガチ企画みたいなのはね、はい、よその番組でご覧いただければいいんじゃないかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、木村盛り上げるのもみじ受けとけ、メーカーからのクレーム警報。そうですね、ジージの画面しか見てないから大丈夫おうおう、はい、特に木村キムキム、大当たりゼロは罰ゲームやぞって言われてますよね、当たりないし大喜利滑るし何できるって言われてますよ。いやいや、まだ分かんないでしょ、あと20分ありますので。
いける？さてさて。あれなんすか今の。はい、なんかちょいちょい怖いまあ、やめてもらっていいね。はい、なんか今日危ない感じになってますね。今日ちょっと、ね、危ないですね。はい。あ、時間やよーってこと、大喜利タイムということで時間。来ました来ました来ました、時間になりました。じゃあリベンジですね。はい。よし行きましょう。はい。行きましょう。さっきはねセーフパターンがあったということで、はい、じゃあ続いての、ゴッド大喜利またじいじいね引いていただきたいと思います。ヘルゾーンやでこれが。ヘルゾーンね。いやでもだいぶね調子いいんでいけるんじゃないですか今回。本当？はい、じいじいちょっといい感じですね。温まってきた。まあそうですね、だいぶぼち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 ですね。なるほど。本人もやる気になってきたということで。はい、はい、じゃあ木村さんお願いします。はい、あーこれちょっと難しいかもしれないですね。いきます。あーなんすか。はいはい、世界滅亡スイッチ押すとどうなる。お、世界滅亡スイッチと書かれたボタンがあると。はい、押すとどうなるですかっていうことですね。はい、なるほど。さ あ書き始めましたね。これは早いですね。イメージがついた。じいじの顔に余裕を感じるってね言われてますけどもね。いや早いですね。ねえ、ボガーンボガーンね、図書くんのねお約束ネタボガーンありましたけどね。いや、あれ息長いですね。そうですね。あーとちょっと考えてるか、どうですかね。そうですね、こめかみに手をやってますけど、はい、そうですね、ちょっとね悩んでる表情ですけどもどうでしょうか。さあね、じゃあじいじが考えてる間、若干ね、待っていきたいと思いますんで、まあ、その間にね、ガンガン回して当てちゃいましょう、はい、そうですね、はい、世界滅亡スイッチと書かれたねボタンがありました。押すとどうなるでしょうかというお題。そうですね、はい、ですけどもね、いっとく？模範解答いっとく？ドラミが煽ってますけどもね。はい、いたずら、いやいたずら顔でね。時間も短いし、はい、店は作った子かい。ドラミちゃんもん、あ、なんか手にしましたよ木村さんが。あ、これ結構自信ありきの顔ですよねこれ。マジで。ほら見てくださいこの顔を。皆さんこれなんか書いてますけどもね今。まあちょっと言っとかないとね。あ、言っとかないと、はい、なるほど。じゃあ先にね木村さんが模範解答見せてやるんだということで、じいじもねざわざわしてますけどね。おお、模範解答かみたいなね感じになってますけども、どうでしょうかね。そら豆が空気すぎるよってことね。そら豆とろ完全に空気ですけどもね、大丈夫でしょうかね。あ、大丈夫です。はい、見本をお願いします。あ、わかりました。今ね木村さんが、見本見せると言ってますんで、はい、行きましょうか、はい、じゃあ世界滅亡スイッチ世界滅亡スイッチ押すとどうなるということで、ちょっと待ってね。おお、どんな行きました。わ、どんな、はい、行きますか。空豆カメラ使ってね。はい、じゃあ、まあ、どんな、行きます、はい、はい、世界滅亡スイッチ押すとどうなる。はい、世界滅亡スイッチ押すとどうなる。全員おねえになる。はい、お願いします。やあまあ、あれですね、はい、まあ、ちょっと僕ここでね、答えも見えてたんです。はい。あ、これはもうないということで。あー、まあ、そうですね。なるほどなるほど。ありがとうございます。麻酔店長、今のいかがでしたか。あれ、まあまあうまいな思ったんですけど。あ、まあまあうまいなと思った。あ、面白い。おかしいよ。面白い。弱い。ああ、じゃあ全然世代違うけど。はい、面白いっていう人いますけどね、一人ね。はい、いや、え？強化系。え？面白いよーってありがとうございます。わらわらわらですよね。僕らと店長ナイスね、罰ゲームの模範って言われてますけどね。弱いな、仕方ないなね、言われてますけどね。もみじ出たって、もみじ出てる。もみじ出てますか、木村さん。背中どうでしょう、見えます。あーちょっと見えるかな。あーちょっと態度もね未熟でしたね、はい、これ若干ね赤くなってますけどね。彼はもっとね、はい、こうやって痛い思いしてて、もっと一発で決め取ってよかったですね。そうですね、若干出てますけどもね。はい、まだあとね、はい、15分あるんですよ。だってまだ、ね、そうですよ。いや、まだ麻酔店長がほら、この模範解答を受けて麻酔店長が今考えてますから。ちょっと今の見本もまあいいんですけど、はい、オカルト店長やったらこういうのどういう風に。あ、そのパターンですね。ちょっとオカルト店長の模範解答をお願いします。見たい、はい、あー、なるほど。ということでどうしますか。え、ちょっとじゃあ やりましょうか、はい、あと麻酔店長と、はい、あの僕先やったらいいんですか。そうですね、模範が見たいということで、じゃあやりましょうか。はい、え、ゲイゲイ、ちょっと待ってね。ジージとオカルト店長やるんでしょ。これジージ、はい、罰は誰受けるの。いや、空豆太郎が。ああ、なるほどね、はい、オカルト店長直接本人とかでもね、あれですけど、はい、あ、なるほどですね。ジージが動いた、オカルト店長頑張って言われてますけどね、大丈夫でしょうかね。いや、でも結構あの店長ね、大喜利には定評ありますので。ああ、そうですか、はい、結構安定感のある方ですので。本当ですか。
いやめっちゃ真剣なね表情でね今オカルト店長、はい、お題ね回答してますけどもね、はい、はい、大丈夫でしょうかね。はい、ジージも今の間にじゃあちょっとあの書いといてくださいねお題、あ回答わかりました。はい、お願いいたします。さあということでね、ソロマメ太郎はね相変わらずこんな感じでね、不適されながらやらけてますねこれはもう、はい、打ってますけどもねどうでしょうかね。ちょっと一応カメラ近づけてますけど、ね、当たんないよ当たんないとかね言ってますけどね、当てる気あるんでしょうかね本当にね。はい、いい振りわらわらドラミニパドラミちゃんわらわらわらってやってますけどね、ドラミちゃんドラミ笑顔が可愛いってね言われてますけどね。さあお岡田店長おなんかたくさん紙使ってますけどね大丈夫ですかね。はいはい、ん大丈夫ですか。はい、大丈夫ですよ。そろそろ APT しようぜっていうねコメントも来てますけどもね、どうでしょうか。キムキムのふくらはぎにガムテ貼っとこうか、ドラミちゃんボガーンの絵描いてよ、そろそろ APT しようぜ、TDN パティンク打ちに来てる客やん、そら豆太郎から、空気太郎に改名キムキムお題作るのはうまいのに残念って、ね、言われてますけどね、はい、残念言われちゃいましたね。どうですかね。ジージのぶっ込みいいわってね、ジージいい振りするわってね言われてますよね、間違いないですよね、片羽では飛べないよってオカルト成長感も無茶振り警報発令っていう先ほどのねお答えとかかってる感じですよねこれね。はい、発信源本人やったっ、間違いないですね。ジージが動きました。ジージできた。はい、じゃあどうします。オカルト店長は、あ僕ちょっとあと2分ぐらい待っていいですか。あと2分、結構待ちますね。結構かかりますね、はい、どうしますか。悩むところですけどもね、これどうする。いやでもできてるんですよね。ジージどうしますか。一応模範解答聞いてからの方がいいですかね、やっぱり。いやもう先行きますわ。おお強気ですね。ジージが先に行く。じゃあ木村さん、はい、先必勝。はい、お題あれ、お題向こうですか。あ、あじゃあお題読んでもらっていいですか。世界滅亡スイッチ押すとどうなる。世界滅亡スイッチを押すと鼻が大きくなる。もうちょっと引いてお茶の水あかせでもね俺結構好きですねこれ。あれ結構、ま、あちょっと滑った感じですか結構面白い。え、ちょっと待って、絵が上手ですね、本当に、はい、うまい、わらわらわら、じじごく絵うまーって、絵がうまい、絵はうまい、絵がうまい、なんていうかな、これうまい町なんすよ。そうですね、またうまい、うますぎってこれ絵だけだったらウェスカーといい勝負じゃないですか。そうですね、はい、この答え好き、絵はうまい、じじ絵がうますぎと言われるのを狙ってますから ねドヤ顔、ドヤ顔、ドヤ顔ですよ。この仕事はあの画家の仕事ですからね。なるほどなるほど。ねえ、ボケ大喜利かどうかって言われたら微妙ですけど、ね、僕もできましたね。おーできた。はい、はい、じゃ じゃあ右行きますか、はい、そっち。じゃあオカルト店長いきますよ。はい、はい、世界滅亡スイッチ押すとどうなる。そうね、はい、社長の机の長い人たちがガーンって出てくるまあこれ自分の勤めてる会社なんですよこれ。はい、これあんますかこれ僕これ知ってます。この空気これどういう意味この空気知ってますよ僕唇わーって言われてますけどいやこれはねあくまで自分の、はい、あれですよ。え、いやこれあくまで OG なんで。はい、わらわらわらあでも結構受けてますけどね。あ、ほんますか。はい、いや結構おもろいと思うんですよね。はい、おもろいやん。いい、アウト。ジージどうですか。おいおいおい、画面残ってるよ。お前滑ったんだから画面ちゃんと残ってるよ。滑ったんすか。はい、どういう意味。え、どういう意味。いやいやいや、別に社長の机がこうガンで出てくるんです。説明説明ドラえもんの。いや違う違う違う、ドラえもん、ドラえもんから。いやいや、藤子不二雄から離れて、藤子不二雄から離れて。さあこれどうする。判定は、判定はこれ、はい、判定ドラえもん、ドラミちゃん判定してもらっていいですか。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。判定カメラ、何どう判定しろっていうの何の話これ。誰が蹴られるかの話。そう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 、悪い人がいっぱいいるんで、はい、行っとく。あは、あでもいやー、あーそうですね、それはそうやわ。あーそうですね、確かに言われればそうやわ。行っとく。え、何を蹴られるの。いやまあね、そう蹴られるの。俺が蹴られればいいってこと俺も回答せずにいきなり蹴られるパターンなわけですかあ、そうですか。ああ、わかりました。いいんじゃないですかね。え、コメントどうですか。
言っとくわらわらわらってなってるけど、おおむね前向きに受け止められてますね。そうですかね。行きましょう。ああ、はい、そういう感じになってます。松田さん行きましょう。わかりました。責任取りましょう。はい、はい、まあ、僕らではちょっとあの処理しきれません。うん、そうですか。はい、はい、この手たらくたちの責任を取っていただかないとね。すいません松田さん。はい、ちょっとじゃあ木村さん、そこのカメラ、あの入ってるかどうかだけやってもらっていいですか。はい、はい、あ、了解です。全く理解できない感じなんですけど。いいですねこれ。いい、どっちからどっち。あの会社の人たち面白い人たちですよね。こっちからこっち。あ、このそうですね、スロットのあのところら辺でやってくれたらこんな感じ。さっき木村さんがやったようなこんな感じでいいですか。はい、あのアドバイスとしては全体的に力を入れといた方がいいですよ。あ、なるほど、この辺が怖いんでね。はい、よくとかですか。え、あ、一発だけね。一発だけって何。一発だけって何。二発も三発も食らうってこと。だから前キックってなんかこう連続キックがあるんかな思って。いや、ちょっと何言ってるか意味は全く分かんないですけど。松田さん今めちゃめちゃいい顔してますよ。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。普段のね、普段の恨み、はい、つらみなんかいつも仕事ですからね。うん、はい、じゃあこう手で指でこうやって、あの本人今耳がないんで聞こえてないんで、こう指で、はい、指でこうカウントダウンしていただいてもよろしいですか。はい、はい、了解いたしました。はい、では、じゃあカウントダウン、はい、はい、ドラミちゃん店長、はい、お願いします。お願いします。はい、五五五四、怖っ、その他その曲げ方、こう三二一、五、っいや、今結構時間差でしたね今のね、なんか。いやー、いいなー。足しかつらん。じゃあ、ですか。あの倒れ方ね。見えますかね。さすが。いやー、さすがですね。頭は見せないって。ね。うまいですねー。いやー、そうですねー。いったー。あれが蹴られる見本ですね。蹴られる見本じゃねえよ。この膝のこのこれね。あ、いい角度。あれコロコロコミックとかで学んだ技能ですね。あ、そうですね。あ、そうですね。ありましたね。コロコロコミックありましたね。なるほどなるほど、さすがやね。いってなかなかケツ蹴られてコロコロコミック思い出すってないですね。これはなんかあれですね、評価するならうまいってやつですかね。そうですね。これは確かにうまいですね。いった。松田さん、なんか言いたいことありますか。いや、あの意味が分かんないですけど。まあでも普段でもカメラ回ってないところででもやられてるんですか。やられてね。あ、そうですか。うん、いやー、なかなかいいものが撮れましたね。うん、はい、なかなか良かったんじゃないですか。ああ、そうですか。はい。何この空気だ。シュールだなこの絵。そうですね。うん、何なんですかこの空気。どうするんですかこの後。そして誰もいなくなった。どうするのこの空気。もうね、本当にね、蹴られるのが嫌っていう。そうですね。まあ、うん、まあ、あるよね。あと7分あるんですかねこれ。はい、うん、もう一お題ぐらい。もう一お題ぐらい、ね、パクパクっと食べていけるんじゃないですか、はい、これ。あ、そのなんかラストだいすか。できます？軽食みたいな感じでいけるんですね。ちょっとですか。じゃあつまんでいきます。ドラミちゃんも含めてみんなでやりましょう。じゃあ、おー、行きましょう。やる？やる？みんなで行きますか。じゃあちょっとドラミよろってほら言われてるんで。はいはいはい。はい、ちょっとじゃあでも全員集合集合。はい、集合。集合。じゃあ一人一枚ガヤ持っていただいて。はいはいはい。ね、はい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 。はい、困りました。マジックはい、はいはい、マジック本当あるかな。もはやね、もう誰も台移せって言わない。言わない言わない。水曜日は大丈夫です。もうちょっと意地の勝負になってきましたね。じゃあドラミちゃんも前ちょっと入ってもらって、はいはいはい、お店の宣伝にちゃんとなってますかね。いや、それはこっちがいつも聞いてるんですけど大丈夫なんですか。それはちょっとあの終わった後考えます。そうですね、俺はそれは毎回聞いてるんですよ。今日も反省会か。東大阪ね、鶴見ね。大丈夫なんですかこんなのでって毎回俺は聞いてるんですけど。はい、大丈夫ですかね。さ、はい、僕引きますけど大丈夫ですか。はいはい。これじゃ あ、 最後なんで、はい、じゃあそら豆さん、あ、ジージそう、もう2歩ずつ下がっていただいて、はい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 、その黄色い箱あたりでお願いします。全員が勝ち終わるのにめちゃくちゃ時間かかるんじゃないですか。ドラミちゃんマイクな、あの優先なんで気をつけてくださいね。すいません。はい、はい、じゃあ
もちろんスピードでね。はい。いや、まあ。はい。じいじ、いける？大丈夫？ああ、大丈夫です。大丈夫ですかね。はい。はい、じゃあ、お題は、誰が引く感じで。あ、じゃあ、まあ、あの、カメラ近いんで、松浦さん。あ、私が引いていた感じでよろしいですかね。はい、ケツ。ケツはい、ケツにはあの定評ありますので。そうですね。はい。はい、これだけは守りたい。いやこれでもマジック欲しいですね、本数分。マジック今ちょっと用意しますね、少々お待ちくださいね。はい。いやこれガチですね、ちょっと緊張してきましたね。大丈夫？はい。スピードが大事よ、スピードが。ね、ペン、ね、ペン。早い者勝ち。はい、ペンね、今ちょっと準備しますね、少々お待ちくださいね、すいません。あ、ペンこっち1本ありますね。はい。はい、ここペン。あるあるある。大丈夫です。あと2ペン。あと 2ペンですね。2ペン。今あれ来てない。じゃあこの時間さっきお題出してきます。お題引いておきますか。行きましょう行きましょう。行きますよ。はい。行きますよね。ゴッド大喜利ね、引きたいと思います。でか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 であーなるほど、ペン、あペン欲しい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 、あーどうぞどうぞ、どうぞ、どうぞ、もう二度と行きたくないコンビニってどんなコンビニ、あペンさあさあ今お題がね出されました、考えてますけどもね、はい、黄色とオレンジと、はい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 、できた、スピードショー、スピードショー、できた、はい、木村さんじゃあちょっと待ってね、はいはい、今ね、それぞれ自由に来てますけどね、そうですね、まあ、これタイミングも重要ですからね、そうですね、はい、はい、タイミング重要ですから、あ、ペン来ました、ペン来ました、はい、はいはいはい、ペン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 、はい、あ、ペン、大丈夫です、足りてます、今、はい、大丈夫ですかね、はい、はい、あ、僕らで大丈夫ですか、もう出す、はい、もう出す、もう出す、はいはいはい、テンポ、みんな出せるタイミングでいい、はい、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう、はい、じゃあ、行ける、はい、誰から誰から、もう二度と行きたくないコンビニ、どんなコンビニ、はい、じゃあ、木村さんから行きますか、はい、いやこれ僕結構面白いですよ、いいですか、あ、はい、あいいですよ、はい、行きます、もう二度と行きたくないコンビニ、どんなコンビニでしょうか、はい、もう行きたくないコンビニ、いちいち国境を越える、はい、次、いやちょっとなんか1番目に当たった方が良かったな、はい、じゃあよし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 、はい、なんか会場が凍っていや、これ、はい、そうですね、はい、温めて、温めてちょうだい、はい、もう二度と行きたくないコンビニ、どんなコンビニでしょうか、はい、まあ、あの何でもかんでも全て温めますかと聞いてくる、ああなるほど、わかる、それはある、あーあーおーあ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 ーすかあーすか、あ行こう行こう、次、はい、行こう行こう行こう、もう二度と行きたくないコンビニ、どんなコンビニでしょうか、床がローションまみれ、ああわかる、この次行きたくねー、床がローションまみれ、あるわ、最後言えよ、おーおーおー、はい、あーあーじいじ、あーじいじ、空豆太郎、空豆太郎、はい、もう二度と行きたくないコンビニ、どんなコンビニでしょうか、店員が空耳しかいない、空耳まみ噛んだしね、一番やったから空耳まみ一番やったらあかんね、噛んだ、はい、噛んだから、はい、じゃあラスト、ラスト、これこれラストっすよ、じいじ、はい、もう二度と行きたくないコンビニ、どんなコンビニでしょうか、店員がみんなひげ親父、行きたくないですね、っていうより、うまいっすね、絵がうまい、そこ、結局そこに、結局、絵で、はい、絵がうまい、はい、いいのかよ、俺たちこんなんでいいのかよあれ、まあ、ベストは尽くしたかなっていう、そうですね、俺たちさ、2時間やってきてさ、はい、最後これでいいのかよ、いや、いやそれ反省会終わってからそうかそうそうもう一台行くじゃん、もう一台ですか、何分すか今、59分です、おい、もう一個行こう、おお、もう一個行っちゃうんすか、オカルト行っちゃうんすか、帰れねえよ、ドラえもん店長が、はい、あちょっとこれ、チームプレーになってきましたね、そうですね、うん、はい、はい、ドラミのダメだしってことです、じゃあ行きますよ、はい、じゃじゃん、行きます、納豆を100万回かき混ぜたらどうなる、あーなるほどね、納豆を100万回かき混ぜたらどうなる、さあ納豆100万回かき混ぜたらほんまはどうなるんですかね、それ、ああなるほどですね、あー僕なんとなくイメージできました、僕1番目いきます、じゃあ納豆を、ま、かき混ぜたらですね、はい、納豆を100万回かき混ぜたらどうなる、 あもういいですか、はい、あそうですね、逆に粘りが一切なくなる
うん、微妙っすか。今ちっちゃくえって言ったんだ。はい、いや、はい、いやすっちゃいましたね。はい、はい、木村さん、はい、納豆を100万回かき混ぜたらどうなる。はい、嫌われる。あ、確かにそれは間違いない。それ何、これお題出して答えてフェードアウトしていくスタイルなんですね、全員一人ずつ。はい、結果論ちゃん、あ、はい、普通し、はあ、ジジ、はい、納豆を100万回かき混ぜたらどうなる。シャボン玉、ちょっと面白いです。納豆100万回かけましたちょっと、ちょっとこれ何周もしたいですね。ちょっと面白くなってきましたね。ちょっと面白い、ちょっと面白い。さあ次はいける人誰。はい、まあまあ言われてますけど。あ、なるほどですね、はい、いける。あ、ジジ受けてますね、わらわらわらと。面白い、それ面白い、うまい、面白いって言われてますけど。夜が明ける。やばい、落語、え、ちょっと面白いじゃないですか。落語じゃん。ちょっと面白いですね。落語じゃん。はい、はい、あ、ドラミちゃん来ましたね。納豆を100万回かき混ぜたらどうなる。腕が痛い。当たり前だな、それ。あー、ちょっと被ったかもしれない。あー顔芸、顔芸でも無理やり持ち込もうとする。うんうんじゃない。鈴関係ないからね。はい、さあこの流れをどうするのか。納豆を100万回かき混ぜたらどうなる。はい、ムキムキになる。あ、ちょっと面白いそれ。右ばっかり使ってた。なるほどなるほど、はい、はい、かわいいけどってなってますけどね。やらかした。さあ空豆太郎、はい、はい、納豆を100万回かき混ぜたらどうなる。汗が納豆の匂いになる。なんかコメントしてくださいよ、松浦さん。これ勘弁してくださいよ。コメントしづらいの出してもたで。悪い、救えねえ。そうでもこんな感じで、こんな感じですかね。そうですね。まあこれぐらいが、こんな感じ、我々の今の実力ということで。そうですね。はい、みんなでラーメンでも食いに行こうか。そうですね。なんかちょっとあったかいもん。ちょっと反省会、うん、はい、納豆食いに行きましょう。そうですね、納豆ね、納豆食いに行こ う, 行こうという。はい、ということでね、実際どうなるかやりましょう。こちらは、はい、視聴者プレゼントということで。おいらないよ、誰もそんなの。こちらまで。いや、何も映ってない。出てない。何も映ってない。何も映ってないでしょ。出てないから。あ、でもジージが一番面白かった。あ、はい、納豆ラーメンってやりますけどね。はい、じゃあもうこれ、この空気で終了でいいんですか。この空気で、まあ、必然的にこの空気で終了になりますよね。締めにくい空気になってますけど。時間になりましたね。そうですね、はい、ということで、うん、最後は罰ゲームもういいですか。はい、え、最後はもう罰ゲームなし。まだ罰欲しいの。もういらない。いる。もうお腹いっぱいですよ。もうお腹いっぱいか、わかりました。じゃあね、こんな感じで、今週は終わらせていただきたいと思いますので、うん、ありがとうございました。そうですね、はい、まあこの空気の中、はい、なんか言うのもなんなんですけど、はい、じゃあ東大阪から、はい、はい、いやもう本当にこれね、見てね、はい、これ明日ね来てね。そうですね、はい、明日も絶対来てください。この空気で言いたくないっすわ、もう。この空気でね。よっ、この空気でね。よっ、明日も絶対。はい、アンケートしようとかね、言う人もね、たくさんいらっしゃいますけど、アンケートしないの。何の、いや、誰が一番面白かったか、みんなで決めさせてくれ、視聴者に決めさせてくれってことじゃないですか。いや、別にいいですよ、決める必要ない。はい、はい、いいじゃん。ふてこい、ふてこい。別にいらない。もう時間になりますし。ああ、もういいの。はい、罰ならもう視聴者が受けてるよって言われてますけどね。申し訳ない。まあ、間違いないですけどね。はい、申し訳ない。じゃあそれでよろしいですか、本当に。ああ、そうですか、わかりました。ふてくされてんのって言われてますけど。まあ、もみじつけて終わったらいいんじゃないですか。羽つけますか、とりあえず。オカルト店長。そこ俺の名前出してる。そこ、お前巻き込んでくるな、ぶっこんでくるな。え、どうすんの。まあ、じゃあ、木村さん、最後に、明日は東大阪ですよね。はい。あさっては何すか。はい、あさっては。あさっては何すか。あさっては鶴見店と今福店に、はいはい、ぜひ、はい、の店長が協力いたしますので、ね、オカルト店長の鶴見店と、はい、ジージー店長の、はい、今福店とね、こちら、ぜひ遊びに来ていただければと、はい、いう、そう、そのために来たんでしょう、はい、はい、思いますんでね、なかなかないですよ。そうですね、レアです、はい、じゃあどうしますか、最後に。じゃあ木村さんに気合い見せてもらえますか。じゃあ、はい、いいでしょ。いい、これ何の罰ですか、だって
いや大喜利この企画立ち上げたのが本当に正直言うと木村さんなんですよ。今日のねこの企画でジージーを騙してゴッドマラソンをさせるっていうふりにして、で途中から大喜利ぶっこんでジージー困らせて、このよく分かってない人が困った映像を見て皆さんに楽しんでいただこうっていう企画を立てたのが木村さんなんで、よう考えたな。はい、じゃあここじゃあもう木村さんにね最後どうですか、じゃあ最後生殖器のツボでも押してもらえますか。あいやもうあれはもういいでしょ。マイマイいますよ。足ツボ、はい足ツボ、マイマイいますか。何でしたっけ、 APT APT でじゃあ最後締めるからいいですかね。いや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 、はい、あれマイマイ、マイマイいない、完全罰の執行役になってますね。マイマイいた、いた、マイマイちょっと来てもらっていいですかね。はい、足つぼ、最後足つぼで締める感じで。マジっすか。はい、これね伝わりづらいですよ、めちゃくちゃ痛いですからこれ、はい、押さえとかなあかんぐらいなんですよこれ。はい、マジっすか、かっこチャンスチャンスいやいやいや、ほんまこれいやー、はい、じゃあ足つぼで、はい、あマジっすか、なんか棒、棒、何棒、でもってもう、あるあるね、はい、あの使徒死んだ時みたいな、わけわからんかったやん、あーだから死んだ時の棒、なんか100均で売ってそうで売ってないようなやつ、はい、満足棒ね、いやーちょ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 、箱だけとか、箱だけとか、ちょっとじゃあね、はい、マジラストね、じゃあ痛がる木村さんとともにお別れする感じになりますんで、はいはい、いいよ、あさっての意気込み叫びながら終わりましょう、はい、音声切りましょう、そのままそうですね、綺麗に終わりましょう、綺麗に、はい、インディアンの武器とか言いますけどね、満足度でね、はい、うわ足の裏黒いな、真っ黒じゃん足の裏どじょくの現象めっちゃ黒いじゃん、そりゃ黒くもなれますよ、はい、いいですか、ちょっとそのあんまそんなガチ固めんといて、はい、ガチ固めんといて、はいはい、なんか箱を使ってそんな気遣いええねん別に台座でね、台座で、はい、うわいいですか、ソロマンが分かってるの、足真っ黒で、じゃあね、あちょっと待ってね、ちょっと待ってね、いいですか、あ明日はね東大阪、明後日は鶴見と今福、鶴見今福、はい、お願いします、ね、もう2日間、キコーナー来てもらえばもういいんじゃないかということになってますんで、ぜひね、なんで今、はい、今ちょっとちょんってやって、木村さんいいですか、そういうことで合ってますよね木村さん、はい、なんて、はい聞いてる、明日は東大阪、明後日は今福鶴見ね、はい、こちら遊びに来てくださいという意気込みを込めて、じゃあ自分で号令出してもらっていいですか、自分でね、はい、5、4、3、2、1、自分で選べるわけじゃないですか、自分でタイミングを選べるわけじゃないですね、5、4、3、2、1、スタートっていうね感じで、いや、はい、お願いします、来てほしいというね意気込みを込めてね、しっかりね気合い入れてくださいよ、お願いします、5、いや言いたくない、5、4、3、2、はい、言えよお願いします、お願いします、こっからええで、なんでやん、なんで左もすんねん、さよならーさよならー
はい、ということでね、本日もね、たくさんの方に、見ていただいて本当にありがとうございましたということでね、ありがとうございました。はい、本日は、なんだ700人ぐらいの、ね、方に見ていただいて、コメントがね非常に多くて1900ぐらい、コメント、入れていただいたんですけどもね、今日はね、まあ、ちょっとね、なんですかねこっちのこう展開がわちゃわちゃしまくってて、コメントがねほとんど読めなかったんですよね。本当に視聴者の人が、はい、残念なことしてしまったな。そうなんですよ、本当たくさんね面白いコメント入れていただいたんですけども、こう全然こうコメントちょっと読めなかったんで申し訳ないなっていう部分がちょっとありましたんで、はい、読んでいきましょうか。ちょっとね、そらもめ太郎のコメント読みチャレンジということで、コメントを、読んでいきたいと思いますんで、はい、やってみましょう。いいですか、はい、どういう風に読めばいいのかっていうのはね、ちょっとね私がまず見本を見せますんで、はい、それに、習って、やっていただければと思いますので、はい、いいですかね。じゃあどの辺からいきますかね、この辺からいきますか。とりあえずランダムで、ね、選んで1788コメント、からいきますね、本当にランダムで選びました。ドラちゃんがいちいち可愛い笑、無理だよコメントしようがないだろ、うんうんうん、おおち、お前の言葉勘弁してくださいよ、3点ちはは、よしドラミとジージーが APT、 ジージーが一番面白かった、わらわら、ドラミちゃんの言う通りか、納豆ラーメンか、アンケはいりませんっていう風に、コメントをざーっと読んでいくわけですよ。すごいですね、本当に慣れたもんですね、はい、そうなんですよ、人間慣れたらこんなもんなんですか、ね、そうなんですよ、はいはいはい、でこういう感じでね、まあ基本的に、打ってる人とかはコメントを見れませんので、そらもめ太郎くんのこう読むコメントを聞いて、耳で聞いて、ああなるほど今こういうコメントが入ってるんだなっていうのを理解するわけですよ、はい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 、なのでこう丁寧にね、はい、なおかつ素早く、読まないと、いけないという形になってますんで、言い方も重要なんですね。そうなんですよ、はいはいはい、ぜひね、ちょっとチャレンジしていただきたいと思いますので、はい、じゃあどの辺からいきますかね。最近新しいコメントいきますか、はい、はい、そのまま噛むからいらないとかね言われてますけど、はい、うまく読めなかったら APT ねとか言われてますんで、じゃあこの辺からいきますか。はい、じゃあ行きましょう、はい、あもうちょっと上からいきますか、はい、この辺からいきますかね、はい、はい、じゃあお願いします、はい、別にいいよいいよ、じいじ見たいし楽しかった、そら豆も困った時の逃げゼリフ考えておこう、そら豆はいらないって、なんかさっきから自分の悪口結構いやもうそんなこと気にせずどんどん読んでて、ああそうなんですか、はいはい、そんな企画いらないよ、えいらんけど、えうるさいよ、そら豆 MC になるのか、もう眠たい、じいじがいればお腹いっぱい、そら豆に読んでもらいたくない、松浦さんがいい、もうなんかなんかもうこうなってきたらちょっと悲しくなってくるんですけども、え何言ってるかわかんない、あれマイク入ってるよね、ああそら豆マイク、いや多分ね入ってる、入ってる、僕のね、うん、滑舌の問題なんでしょうね。ああそうですか、はい、なんかね早口言葉入れてる人もいますけど、はいはい、この辺ほら生麦生卵生卵、ひどい生麦生た、生えひどいよ、知らないのこの早口言葉、生麦生米生卵、お生麦生米生卵、はい、生麦生米生卵、はいはいはい、声が小さいって言われてますから、そう声を張っていこう、声を張っていこう、はい、そら豆が真似すると舌ちぎれるぞ、その次、はい、ここからいきますか、はい、はい、練習タイムか、ガス爆発、ガス爆発、ガス爆発、ひどいひどいよ、コメント難しいですね、ガス爆発、はい、ガスバス爆発、ガスバス爆発、はい、エンデック見習いそら豆、そら豆はエンデックに転職するんか、生麦生米生卵、はい、グダグダわらわらわら、アウト、東京特許許可国、東京特許特許国東京特許特許国許可国許可国ってなってますけどね、遠い遠い許可国、何言ってるかわからん、わらわら、気にしたら負け、もごもご喋るね、はい、悪口わらわらわら、じゃあここからいきますか、はい、はい、おにぎりと差はないな、おにぎりって何ですか、はい、おにぎりはねうちの新人の、東京のチームでね新人の中村おにぎりくんっていうか、はい、どこがいるんですけどね、はい、と差はないなっていうことは僕と、はい、まあこんなことはいいか、シャー、ショーサー、サー、注射、もうなんかもうやめてくださいよこれ、はい、うるさいよ、うるさいよ、はい、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、はい、いい感じになってきた、お2020が NG っぽいよ、それ読まなくて大丈夫です、はい、ここ、はい、子守歌、子守歌、はい、みんな意地悪やな、声が小さい、え、はい、はわら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 、ひどい、わらわらわら、ひどい、わらわらわら、え、うん、ひどい、わらわら、生麦、生卵、生卵、ちょっと丁寧に読んで、丁寧に、いや、わかりました、はい、生麦、生卵、
はい、生麦生玉生卵ですね、はい、すごいですね、生の目、腹から声出せ頑張れ日本人だっけ、はい、日本人ですよ日本人ですよ、はい、にゃんこにゃんこ孫にゃんこひどいわらわらわらかみかみかみまちた、はい、そのままやりきれ気にしなくて OK、 ああ嬉しいコメント、ね、ありがとうございます、はいはい、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、俺もこんなもんだわ、飛ばすんですか、あ、俺もこんなもんだわ、はい、嬉しいですね、ありがとうございます、仲間がいた、はい、はいはい、滑舌の問題だね、はい、坊主が、何これ、読めない屏風坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いたですね、坊主が屏風に、え、はい、なんて屏風、屏風屏風って言うんだよ、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた、おー、オッケーオッケー、ひどいな、わら、はいはい、わらわら、あれか、ハーブ的なのし、え、ハーブ的なのしてる感じなのね、違うよね、はい、はい、松浦さんも言えてないじゃん、確かにこれは難しい、そら豆、え、そら豆、米、読み、そんなに悪くないんだよな、褒められてますよ、嬉しいですね、コメント読み、そんなに悪くないよってことでね、はいはい、今まで結構ディスられてたんで、こういうのも本当に嬉しいですよね、いや嬉しいですね、はい、はい、そら豆に早口を言わせるコーナー作ればいいよ、なるほどなるほど、勘弁してください、はい、松浦さんがうまいんやってことがよくわかりました、ありがとうございます、そら豆に早口言葉言わせたら面白そうぞ、これもう普通のコメントも読めなくて、ひらがなが読めてないやねそら豆に早口言葉言わせたら面白いぞこれ、あーなるほど、はい、はいはいはい、これなんて読むんですか、これグダグダですね、 GDG、 グダグダって言うんですね、はい、グダグダですね、はい、今のうん、まあいや普通に読み切れば言うほど悪くないよ、はい、普通に読み続ければ言うほど悪くないよ、はい、はい、そら豆くんハート強そうだから頑張れ、もう嬉しいですね、ありがとうございます、ルナピーさん、はい、はい、そら豆意外と面白い、 おもろいやった、はい、そら豆キャラ出始めた、お放送の、はい、どこ行きました今の、ここですね、今放送の喋りからは考えられない米読みいけそう、考えられないくらい米読みいけそうですね、これ MC やったら多分補助いるんで、はい、はい、いやなんかあれじゃないですか、なんかこうまだ緊張してなんか飛ばしていく癖があるけど、こう丁寧に読めば、あ、そうですね、はい、じゃあいいじゃないですか、普通に行っていきましょうか、はい、はい、薬は服用してません、はい、隣の客はよく書き食う客だ、お、いい、いいんじゃない、読めない、いいんじゃない、練習あるのみ、わらわら、はい、ちゃん、え、どこや、ここや、はい、ちゃんと読めたな、お、意外とおもろいな、お、もうなんか嬉しいですね、いや嬉しい、読んでいくと面白いですね、はい、はい、はい、わらわら、はい、ドラミさんから来てますね、はい、なんか声がワーンとしてる、もわーんとしてるね、はい、もわーんとしてる、はい、そら豆頑張れ、はい、バロンにも言わせて、バロンさんどこ行ったんですかね、はい、バロンさんもう帰っちゃいましたね、はい、足だけは早いんですからね、はい、本当にそら豆もういいよその広げ方いいよありあり全然俺、好きな広げ方それ、うん、はい、そら豆、さらにここから話を広げないとダメなんだぞ、まあまあね、そら豆、はい、DQN すぎだぞ、あ、ドキュンすぎだぞってことね、なるほどね、はいはいはい、はい、お、あ、ジジジジジジ来ましたね、ちょっとコメント読み大会に釣られてジジが来ましたね、ちょっとじゃあこっち来てもらってもいいですか、ちょっと見てみましょう、はい、はい、ちょっとやりたい、やりたい、やりたい、ちょっと読んでみたい、え、ちょっと読んでみますか、読むだけですか、はい、読むだけですよ、ちょっとお手本見せましょうか最初に、じゃ あお願いします、いいですか、じゃあね、ここからこう順番にね読んでいく作業なので、はいはい、バロンにも言わせて、そら豆ここからさらに話を広げないとダメなんだぞ、そら豆ドキュンすぎだぞ、これは素人が訓練を受けてる映像です、そうしたらもう少し前のコメントに戻して読んでみたら、そら豆何歳、松浦の引き立て役に利用されてるぞ、そら豆よりもコメント読めない店員さんもいたから大丈夫、これは訓練された人ではありません、落ち着いて読めばいけそうですねっていう感じで、ずらっとコメントを読んでいくのをね、こう今そら豆くんとやってたんですけども、なかなか難しいですね、じいじちょっとやってみますか、ちょっと読んでみていいですか、はい、じゃあここからね、このここから下にどんどん読んでいく感じですね、はいはい、隣の客、はい、隣の柿はよく客食う柿だ、おう、なほな、そら豆のコメント読みが普通にうまいけんほう、これは日本語を勉強しているアジアの学生のドキュメンタリーです、おー、なるほど、ジージー、はい、ありがとうございます、ジー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 、サングラス外せば読めるんじゃない、はい、ジージーもコメントを読みしたら、はい、はい、ちょっと読んでみます、はい、我らのジージーありがとうございます、はい、ジージーもコメン米夜も大会ですか、うん、はい、ジージー、はい、ジージー来た、ジージー米読め、ジージー、ジージー来たガスバス、え、ガスバス爆発、はい、ガスバス爆発、はい、生麦生米生卵、はい、ジージー明日起きれる、
はい、起きます、はい、顔が真剣すぎ松浦さんのドヤ褒め嫁うぜ、はい、じいじかわいい、ありがとうございます、はい、マイクじいじもっと近く、はい、じいじ今福店放送はよ、放送はよ、あ今福、はい、ちょっとまあ検討しときますけど、はい、検討する、隣の客はよくかき食う客だ、じいじうまいやん、じいじ米読みうまい、じいじうまいな、そら豆よかうまい、はい、東京特許許可局、じいじうまいやん、今日はうまいがキーワードだな、じ、はいじうまいね、あなんかありがとうございます。はい、ということでね、そんな感じで、い難しい、はい、コメントね、今日も本当にね、もうすごい2000コメぐらいね、いただいて、たくさんコメントいただいたんですけども、ちょっとね、まあ展開的にあんまり、皆さんのね、コメント読めなかったということで、はい、はい、もう申し訳ないなというところではあるんですけども、はい、ぜひね、また、今後も放送、ありますんで、ぜひね、たくさんコメント入れていただければと思いますので、はい。はい、で、すべてね、本日いただいたコメントはすべて、お店の方にお送りしておりまして、すべて、店長さん、スタッフさんに目を通していただいているという状況になりますんでね、読めなかったコメントたくさんあるんですけども、全部目は通してますんで、本当に、またね、明日以降の放送でもコメントたくさん入れていただければなと思いますので、ぜひね、今後ともよろしくお願いしますということで、はい、はい、こんな感じでよろしいですかね、じゃあね。はい、はい、ということで、はい、じいじは本当ね、お疲れ様でしたということで、またね、もしかしてまた出ていただく可能性も十分にあるということで、まだまあレアな感じで、ね、レアキャラということで、はいはい、たまに、ね、出ていただければ、盛り上がるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ、ね、またご期待いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、今週は、ね、これで本当に終わりにしたいと思いますので、ありがとう、最後の最後まで、ね、たくさんの方視聴していただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあ水曜日の放送また来週お会いしましょう。ありがとうございました。また出ますよ。さよなら。